文化会を再開いたします木田福祉さから質疑追加の申し出がありましたのでこれを認めることとし質疑の順番は15番といたしますそれでは休憩前に引き続き質疑を行います栗本委員よろしくお願いいたします、えー、私の方からは a、えーえー、まず最初に芝生 2の市バスのお客様サービスの向上について、えー、質問させていただきます。昨年度の、えー、交通事業の決算会議をいただいております、その中で主要事項の4、お客様サービスの向上ということで、岩倉修学院地域の均一運賃区間拡大、これを、えー 掲げられております。まあ作曲の作曲としては非常にあのありがたいことで、えー、均一区間が拡大することによって、えー、230円よりもですね多く料金を支払われるお客様が、えー、230円で乗れるようになったとこれは非常にありがたいことで,でございます。まあ一部、えー、160円区間がですね230円になったということで、あのそこの課題はあるかもしれませんけれどもそれ以上に、えー、お それ以上にその最終金額の高いところはです、ね、130円以上の230円から130円以上多いとこ高いところで380円支払っていただいていたというところで非常にこれについてはもうありがたく評価をしているところでございます。その上で27年度において岩倉修学園 中学院地域、区間拡大をしていただきました、28年3月から実施をしていただいておりますが、その他の地域においても、まだ均一区間になっていない地域がまだございます、その地域の均一区間への取り組みについてのお考えをお聞かせ願いたいいたと思います宮田室長。 はい、均一区間の拡大についてのご質問でございます。えー、まず大前提といたしまして、私ども京都市交通局といたしましては、えー、市バスのいわゆる調整区間を全てなくし、 均一運賃区間をすべてにするというのは、これはずっと私ども交通局の悲願でございます。その前提で、均一区間の拡大について取り組んでまいりまして、先生もご承知のとおり、26年の3月に佐賀・嵐山、それから28年3月に岩倉潮学園に広げることができました。で、そういった形の中で、今年あ失礼いたしました、今年度、羽ばたけ未来へ都プランの後期実施計画。 これが策定をされましたが、この中で、えー、既存公共交通の再編強化という項目の中で、初めてこういった計画のものの中に金融区間、金逸運賃区間の拡大が初めて登場することになりました。でえー、ここれれは私ども交通局ののまでの取り組みを をですね、えー、さらに、えー、まあ、広げろというこれはの角川市長の思いもあってのあってここに、えー、挙げられたわけでございまして、えー、これを受けまして今年度に入りまして、えー、各各 関係会社例えば上賀茂西賀におきましては京都バス高尾地域におきましては JR バス横尾寺地域におきましては京阪バス阪急バスさんそれから桂洛西地域におきましては京阪京都交通阪急バス八坂バスさんに対しまして今まで以上に訪問をさせていただきましていろいろな協議を重ねておりますで協議を重ねる中でやはりそれぞれこれはずっと言い続けていることでございますがやはり皆様方の経営 に直接与える影響が大きいということでただいまいろんな形での課題整理を含めてですね慎重な協議を行っているところでございますで中期経営方針の中にもですね均一区間の拡大については挙げさせていただいております今後より綿密な協議のもとに拡大を進めて拡大できるように取り組んでまいりたいと考えております国本委員 はいい、えー、ありがとうございます、えー、金属区感拡大、まあ、これは、えー、交通局もあのそれを目指しているということであの理解をいたしました。あのこれ金属区間外、金髄感あ左京区も、えー、長年の間金属区感外ということでさまざまご要望もいただいてあのその市バスの中でその金額が違うのはどうなのかというお声もいただいておりましたしあのそういう取り組みをしっかりと進めていくことがまあ。 お客様の、えー、サービスの向上にもつながると思いますしまた、市バス事業においてはです、ね、あの本当にあのご努力いただいてあの黒字をあの黒字経営をしていただく中でそれをいかにしてお客様に還元していくかこれが非常に大事なことだというふうに思います。えー、各あの民間連携する民間バス会社さんとの協議も非常に重要な いうことでもあると思いますし、そういう点をですね、しっかりと着実に進めていただいて、よりスピード、よりちょっとでも早く進むような形で、均一区間の設定というものをですね、進めていただきたいというふうに思います、これは本当に、さきょうも均一区間が広がりまして、本当に区民の皆様方、喜んでいただいております。これは本当に、 非常にに嬉しいいいことだとだううふうに思います要は他の地域でもそれを待たれている方が非常に多いということだというふうに思いますので、あのこの点について、あのしっかりと、まあえー、中期経営計画の中にも盛り込まれているということですので、あ中期あの、えー、計画の中に盛り込まれているということですのであの、これをしっかりと進めていただきたい、このことを強くあの要望させていただきたいというふうに思います。よろししくお願いいたしますえ次に えー、地下鉄の安全対策について、えー、数点をお伺いしたいというふうに思います。えー、まずはじめに、えー、地下鉄では、えーまあ、毎年ですね、えー高,速鉄道えー、高速鉄道で、えー、と安全報告書というものを作成されておりましてさまざまな報告がなされているところであります。その中でで、えー、いろんなですね えー、取り組みがなされているところではありますけれども、まあ、細かい話になりますが、えー、私が注,視あの注目したところはそのヒアリーハットあのっていうのは非常に重要な視点でございましてあのこのヒアリーハットっていうのは、まあ、工事現場でもそうですしいろんなところで要は,要はその事故が起こる前にこういうことでヒヤリあの本当に注意しなければならない点というものを検証してそれを、えー 課題を克服していくためのにそれを利用していくということですけれどもこのヒアリハットの取り組みの中において27年度のヒアリハットでこういう点があの課題ではないかでそれについてあのどういう項目があってそれをどういうふうに改善を図っていかれたのかまた行こうとされているのかこの点についてお伺いしたいと思います。土田担当部長 はいえー、私の方ではあのここ数年、えー、ヒアリハットという、えー、取り組み、えー、これについてはあの注視してやってきているところでございます、でえー、今おっしゃられたように、あのヒアリハット情報というのは、まああの、お客様の安全、それから職員の安全、両方、まあ、あの含めてやっていくということで、えーまあ、あの大事には至らない、まあ、事故とかには至らなかったけれども、1本間違うとは危なかったよねという、そういうことをとにかくあの職員から全部挙げてもらうと。 いうことで、えーまあ、年間あの200件とか、それぐらいの数があの各部署から合計して上がってきているという状況でございます。で、あのその活用の仕方としては、まず第一は、えー、二度とまあそういうことが起きたのを参考にして、二度と同じことを起こさないようにしようということで、えー、全職員に、まあ、そのヒアリーハットの内容を水平展開するというのは、まあ、これがまず一つでございます。でこれによって、えー、例えば危ない箇所があって こういうことがあった、じゃあ,あの自分はもうそれを気をつけよう、こういう場所ではこういうことが危ないんだ、気をつけようということになる、それからもう一つは、あのえー、その環境改善というんですかね、えー、例えばこれ、前にあった事例でございますけれども、えー、電車の退避場所、えーまあ、職員が、えー、例えば、えー、線路の、えー、巡視なんかをしているときに、電車が近寄ってくる、まあ、退避しますね、その退避場所に整っているところに、例えばパイプが1本出てると、でこれが邪魔になると。 じゃあそのバイブを切りましょうということで切ったとかそういうふうな環境改善みたいなことにああの当てているとそれからまああの、えーまあ、いろんなそうです、ね、今のまあ2つの対策が主になってくるということであの実際にやることといってはそういう形でやっているところですで、まあ、今後もこのヒアリーハットの収集というのは重要なことだと思っていますので取り組みを進めてまいりたいという,ふうに考えております国本委員 はいえー、とこれ、すぐにあのご答弁いただけるかどうかわからないですけれども、ヒアリハットの中で、あの代表的な、多かったですね、まあその、同じような部類に区分されるあのものがあると思うんですけれども、代表的なものがもしあれば、お教え願いますでしょうか栃沢担当部長。あのまあ、あの代表的な ということになりますと、例えばあの、えー、今、可動式ホーム柵つけておりますので、可動式ホーム柵のところにまあ止められなかった、まああの、プラスマイナス70センチぐらいのところに止めないといけないんですけれども、あの実は止める率というのは非常に高くて、今、止められないかあの確率というのは0.03%ぐらいなんですけれども、それでもまあ,あるので、あのそれがやはりヒアリーハットで上がってくるというのがまあ,あります。本それと,です、ね、ちょっと合わせてもう 1>, あの1点確認したいんですけれども、えっと、ホーム上におけるお客様の安全性について、まあ、ヒヤリハットの中でその上がってきた項目、これについて、何かありますでしょうかそして、担当部長。 はい、いわゆるヒヤリハットとしてあのホームであのお客さんが落ちかけてヒヤリとしたというのは、まあ、ありません、これはまだありがたいことだと思っております、ただ、ですね、えー、今年例えば今年なんですけれども、あの今年の7月に、えー、駅の方でお客さんが落ちられて、これも現実に落ちられて、で駅の職員が、えー、モニター監視をしておりまして、落ちたのを見つけてすぐにあの非常停車ボタンを押して、お客さんを助けに行ったとっいう、そういう事例はございます。栗本委員 はいまあ、駅の中でお客様がおじられてモニターをしっかりと注視していただいてたということであのこれについてはやっぱりソフト面のまあ対策というかその駅員さんのご努力によってそのお客様を助けられたということで非常にいいあのこれはもう進めるべき取り組みだというふうに思いますけれどもその中であのまあ 他の,他の議員さんもおっしゃられておりましたけれども、過度式法務策、やっぱり金額が非常にかかるということは、非常に重々承知はしておりますけれども、これについてもやっぱり早期に。 烏丸線全駅に設置を求めていきたいというふうに思っておりますなかなかなか財政上の問題で厳しいということはもう重々承知しておりますけれどもあの今国の方でも検討会が開かれておりまして国交大臣の方も前倒しでできるところはやっていきたいというふうにおっしゃっておられますのでこの点についても 京都市として、ですね、しっかりとあの国に予算を求めてあの、積極的にやっていくっていうところを取り組んでいただきたいというふうにあの思います、この点について、いかがでしょ。うか。担当部長はい、あの 昨日も答弁いたしましたけれども、稼働式法務作品につきましては、まあそのえ、費用負担が非常に、まあ莫大であるということ、それからあの、うん、直接運転している近鉄などの協力が、まあ、不可欠であるということ、それから、えーまあ、非常に長期の事業期間どうしてもいることでございます。で、なかなかすぐにあの入れられないという、まあ、事情がございます。で、あのそのことを、えー、一歩踏み出す形で、とにかく今度、心、え、臓、ー、車両急編成、えー、取り組んでまいりますので、そこに、えー、まずはあの自動運転装置を。 取り入れた新造車両、それをま作っていくとそういうふうにあのうちの方を踏み出したところでございます。栗本委員はい、えー、新車両も導入をしていただきました。ホーム作への、えー、ホーム設置へ向けての、えー、対策があの着々と進んでいるというふうにあの思います、えー。その中でやっぱりお客様の安心安全をしっかりと守っていくための、えー、努力は、えー、ホーム作 を設置することは非常に大事なことですけれども、それの、言うたら、なかなか費用の面でもなかなかつかない、まあ、時間もかかる、その中で、えー、法務策がつくまでのにできる課題というのもあると思うんです、その、えー、法務策がつくまでのでき,る、えー、できる、またやらなければならない、この点についてもしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、この点については、どういう取り組みをされ,る、えー、される予定でしょうか。また 今後どういう、えーまあ、どういう考えがあるのか、お聞かせ願いたいと思いますはいあのホームの安全対策ということでございますが、えー、今あの、辻田答弁申しました通りあり、やはり可動式ホーム策をつ、えー、けていきたいという思いは持ってございます、ただ、やはりどうしても時間がかかる、課題があるというのも事実でございます。 その中であの何かできることはということで1、まあ、つあのハード的な面で申しますと今年度烏丸、えー、線の12駅にホームの端に赤いラインを引かせていただきました。いわゆる危険を察知すると言われている、まあ、その赤のラインをホームの端に引かせていただいて、まあ、注意喚起ラインという形で すで、えー、に8月末で施工が終わりました。あのー、視覚的に、えー、まあ、あの弱視の方なんかのご意見も聞いて、まあ、色合いとか。 いうようよな内容もちょっと確認させていただいた上えでホームの端に全駅に引かせていただきましたあのこれによってあのホームの安全性につきまして、まあ、数量的にこれでどれだけ上がるかというのはなかなか難しい面がございますけれども、まあ、乗務員の意見を聞いてたりしても非常にあのホームと列車の間が非常に見やすくなって扉を閉めるときに見やすいとか。 あるいはあのお客様の声なんかでも、えー、いわゆる赤いラインがあって、まあ、目立つということでそこを逆にあまり踏まれない状態、まあ、危険という状況で、まあ、踏まれないような状況になっておりますのであのそこの本当は今までですと結構橋を歩かれるお客様ってのがおられたんですがあそこが一歩一つ。 内側を歩かれるような状況も見受けられるのかなと思っておりますそれとハード的にはなかなか抜本的なものはないんですが先般東京メトロで残念な死亡事故が起こりましたこれを契機に私ども,も視覚障害者協会様とライトハウスの方と協力をさせていただいていわゆる視覚に障害のある方に対して えー、まああの一緒にまあ共同でまああのキャンペーンができないかということで先般八二十九日の日にあの出塩駅でまあ啓発活動を過ごしさせていただきました。いわゆるまああの我々職員のが 視覚に障害のある方あるいは盲導犬を連れられた方に対して窓口でお声がけをして解除の希望をお伺いするとこれは積極的に声をかけていこうというこれは私ども職員の姿勢の問題でございますがもう1つ、お客様一般のお客様にも一声おかけいただくというようなことの呼びかけあるいは展示ブロックの重要性ですねそここににを置かれることによって つまずかれるとか、そういった危険なことが伴いますので、ソフト的に、えー、いろんなあの市民の皆様のご理解、ご協力、他のお客様のご理解もいて、安全に進められる、ソフト的な対策というのも非常に重要なのかなと思って、ま,あ、あのまず取り組みを始めたところでございます栗本委員。はいえー、この創造的な取り組みを始められて。まあ 始められたということで、これえもやっぱりあの視覚障害者の方のですね、あの声とかを見ておりますと、まあ一番やっぱ要望として多いのはホーム作を作ってほしい、まあこれが一番あの多か多いと思いますね。2番目にあの声あの声が上がっているのは、要は声をかけてほしいっていうあのことがあの二番目に上がっている。こう言ったらえっといわゆるそのお客様のですね、まあ。 一般のお客様がその声をかけていただくことが非常にありがたいというそういうあの声も上がっております。これは非常に確かに先ほどあの答弁いただいたように非常に大事なことだというふうに思います。そういうものをしっかりと広報啓発していくっていうことは非常に重要だと思いますし、またあの先ほどおっしゃられたあの 注意喚起ラインですねこれをあのまた一般の方にもですねあのこれはここ,ここから危ないんですよっていうのを理解していただいて。 特にあの視覚障害者の方にそのこのラインの外側を歩かれそうな方とかに声をかけていただくというです、ね、取り組みをあのしっかりとあのやっていくというのは非常に大事なことだという,ふうに思いますのであのその点についての,あの広報啓発活動これは、えー、非常に重要なことだと思っておりますし、えー、この取り組みをぜひとも進めていただきたい。そのの上で、えー、ホームの設置に向けて、えー ご努力をいただきたいこのようにあの考えておりますのでよろしくお願いしたいというふうに思います次、えー、の質問に移ります、えー、地下鉄の、えー、災害対策について、えー、お伺いをしたいというふうに思います、えー、安全報告書でもですね様々な地下鉄の中における、えー、災害対策の訓練として様々な,あのなことを あのやられております、えー、避難訓練であったり、えー、避難訓練であったりあの鉄道軌道の,です、ね、レ,ールのレールをもう一回元に戻す作業であったりです、ね、そういうことも一生懸命されてますけれども、あのー、この訓練,に訓練をすることによって得られた知見というものをどのように、あのーえー、生かされようとしてそれは言ったら 性性が実現性があるものかどうかというと,ところも含めて、さまざまたくさん訓練されておりますのであの、ざっくりな話になるかもしれないですけれども、その訓練で得られた、えー、総括と、えー、今後の課題みたいなものが見えたとしたら、それは何かお,お,教,えお教え願いたいと思います。えー、土田担当部長 はい、あの私ども、ねえー、はさまざまな訓練、まあ先生おっしゃられたようにやっております、まあ、あの大きく分けると災害に対応したあの総合的な訓練とそれからそれぞれの、えーまあ、保守部門が専門的に専門知識を、まあ、あの身につけるための訓練という、まあ、2つに分かれるかと思いますけれどもあの、まあ、繰り返しあの実施しているところですであの私ども例えば、えーまあ、事例を申しますと一番大きい私どもが参加している一番、まあ、大きい訓練の一つとして、まあ、あの今年であれば、えー 9月,のえ9月の30日ですかに協定、えー、駅で協定、まあ、駅に集まる電鉄会社、それから、えー、京都市、それから警察も含めたあの避難用の訓練的なことあのお客さん650人ぐらいです、ね、あの集まって、えー、やっているような大きな訓練というのがございます。こういういいのってなななかか、まあ、普通ではではきないで、えー こういうことがまあ代表的になるように要するにあの訓練というのは体験なんですよねあの模擬体験ではあるんですけれども実際あの、何もないまっさらなときにマニュアルだけ頭に入れてやってもなかなかあの人というのは動けないわけですけれども模擬体験でもいいから一度体験しておくと、えー、もし本当に何かあった時には動きやすくなるというこれはもう実際事実でございますので、えー、そういうことができるというのは訓練の一番いいところであろうというふうに考えておりますであの、まあ、課題といいますかそれはどうしても訓練ですのであの参加人数が限られてまいります。 でこれを、まあ、いかにこうあのぐるぐるこうなんですか毎年繰り返しやっていって、どれだけたくさんの職員を体験させることができるかということが、まあ、一つの課題ではないかというふうに考えております国本委員、はいえーまあ課題はその、どれだけの職員の方に参加していただくかということであるというふうにあの答弁がありました。えー、多くの方がですねあの 参加できるような体制、まあ、この大規模訓練です、ね、そので年に何回も数回もそのできるっていうわけではないのはあの事実だというふうに思いますあの、まあ、でも訓練っていうのは、まあ、小さい訓練も含めてですねあの繰り返すことによってあの体に身についていくというかその実際体験できるということが非常に重要であるというふうにご答弁もありました。まあ、その点も含めてです、ね、小さい 訓練も含めてあのやっていくっていう取り組みが非常に重要かなというふうにあの考えますあのその、まあ、大きい訓練は大きい訓練で、まあ、大事なんですけれどもあの地下鉄も京都駅だけではありませんし駅もあのたくさんありますのであのその駅駅の中でですねあの地域住民の方と、まあ、地域住民とかお客様と一緒にその駅の中でのその 訓練というものをですね。実際規模でも結構です。こういうものをまあ、実際営業している中でやるのは難しいかもしれないですけども、こういうこともあのやっていくことも必要かというふうに思うんですが、この点についてどうですか？土田担当部長はい、あの今おっしゃられた通りかと思っております、えー、例えば27年度におきましては、その代表的な事例で今協定機を挙げさせていただきました。けれども、あの山科駅でもあの地震対応の訓練をしておりますし、今出川駅でもあのまあ。 えー、テロ対策といいますか、あのまあ、あの犯人に、まあ、火を燃やされたという想定で、警察も参加して、私どもの方も参加してやっているという、そういう訓練もやっております、さまざまな駅でやっていくことが大事だというふうには考えておりますので、これからもそのように取り組んでまいりたいと思っておりまする、えー、とです、ね、先ほどあの、えー、ご答弁の中で、まあ、参加人数が限られると、で参加した方、 をどういうふうに回していくかということもあの、どういうふうに回していくか、極力多くの職員さんに参加していただくことが大事だというふうにありましたけれども、例えば、参加された方の、えっと、訓練の模様を職員さんに研修として、実際に訓練参加された方も多分されてると思うんですけれども、その,あの実施状況というか、どういう取り組みされてるのか、その点についてお聞かせ願い,いたしますはい、土田部長。 はい、あの私どもで、まあ、あのやってる大掛かりな訓練につきましては、基本的にすべてビデオに今、撮らせていただいてます、であの年に数回、あの定期教育訓練というの定期的にやってるんですけれども、そこの場でこのビデオを、えー、皆さんにお見せしてで、まああの、その中で訓練の内容、それからこんな時にこうするんや、あるいは反省点ですね、こういうところをあの説明して、あの皆さんにあの身につけていただいている、そういう対応はしております、はい、国本委員。こ、はいえー、こういういとをあの その体験していただくまた職員さんに知っていただくこういうことが非常にあの大事かというふうにあの思いますあとそれと合わせてあの今後そのまあえっとホームページとかでも啓発とかしていただいてるんですけども駅何かがあったらその駅の職員さんの誘導に従ってくださいとかそういうこともあると思うんですけれどもその中で,ですね例えばお客様ができる行動 何かそういうものがその訓練の中で見いだされたとしたらそれも言うたら、えー、お客様にですね、まあ、市民の方々にその啓発していくことも一つ大事ではないかなというふうにあの職員だけではなくてですね、あのお客様にも知っていただくことは大事ではないかなというふうに考えるんですがこの点についてはいかがですか。はい辻 はいあのえー、なかなか例えば今、駅にすぐにそういう貼り紙をしているかということはそうではございませんけれども、あの訓練の中で、例えば先ほど例に挙げさせていただきました京都駅での、まあ、長期滞留される場合ですね、お客様が地震とかの大規模災害が起きて、で駅が動かずで、駅の方に2日、3日とまあ滞留されるような、まあ、そういう訓練をしているんですけれども、そういう時にはあの、お客様の方にもやっぱお願いすることがやっぱ出てまいるんですで、これはもう訓練の中でもあの分かってきておりますので、えー、そういうところを私 私のしっかりと把握して、本当にもし物事が起きたときには、それをお客様にお願いしていくような体制を取りたいと、そのように考えております、はいあのー、本当にあの大きな災害、まあ、毎年、台風も来ております。えー、昨日も台風 がまあ、強度はれれままししたたけどもが来大きな被害も出ております、また地震もあのいつ起こるかわからないというふうに言われている中で、そういうあの構えを取っておくことというのは非常に大事なことだというふうに思いますので、ぜひとも、えー、今後ともお客様の安心安全のためにもあの取り組みの方をよろしくお願いしたいと思います。終わりまますすはいい進行たし安 午前中、土浦議員の方から、こと近に関連をいたしまして、質問がございました。それに続きまして、質問を補強してです、ね、少しお聞きをしていきたいと、こうところであります。まずあの、質問の前にです、ね、今年度出されております、交通局の運営方針、これはの地下鉄の関係で,です、ね、電気の照明板、これの改善ということで、 これからもやっていこうといいでございましたいわゆる地下鉄の案内サインとかですね関係委員会で火日お願いをしておりました近鉄武田駅の電気照明看板非常に大きい看板でですね駅の所在をここだと特にあの武田駅は京都地下鉄の始発駅周発駅でありますから非常に、まあ、そういう意味での意義の多い 開業以来、少し改善がされていなかったということでご指摘をしてです、ね、非常に改善をしていただきまして地域の皆さん方もです、ね、これでまあ武田駅、我が地にありとこういうことで少し喜んでいただきましたのでこの辺についてはご報告をしてお礼を言っときたいなと思っております。 同僚議員からもありましたように、今今年からの展開については、平成30年に10億円の売り上げをしっかり稼いでいこうと、こういうことで、経営方針にもまた、これまでの今年度の決算にもです、ね、そういうような意気込みをおっしゃっていただいております。ご質問ですが平成19年に えまあ市場のことちからできまして7年を経過いたしました、えー、当時、河西局長がです、ね、いろいろとまあ手ごいをされました、えー、国の方から5億円のお金を引っ張ってきていただいてこれはあの駅の改造も改札のまあ移動そして自動改札の更新とかです、ねまあ、いろいろありましたけども、まあ、その中で 今年から市場をオープンしたと、まあ、こういうことでは非常にまあ画期的なことでございました、それまでま、公益企業法の中でなかなか権限を認められないと、まあ、こういう状況でありましたけれども、えー、規制緩和の中で、えー、公益企業についてもです、ねえー、しっかり頑張っていこうと、まあ、こういう法律の改正もございましたので、まあ、それに準じて、こういう展開がです、ね、今日まで続いておるということでございますんで、えー、まずそれで、えー この平成28年の中では、まあ、北大路の展開を、まあ、政権を含めて予定をされているということでございますし平成28年度中には京都駅の琴が京都の増唱を、えー、オープンしていこうということでいろいろ取り,取り組まれております。これにつきましては現在の琴近の京都の中心から少し北側の えー、七条通りよりとです、ね、地下にもやっていこうということで、まあ、非常にまあ期待をされているわけでございます、えー、その中で、えーまあ、30年に10億ということでございますから、えーまあ、達成はです、ね、そんなに、まあ、簡単ではないと思いますけれどもご苦労あると思いますけれども30億は10億はです、ね、おそらく達成できるだろうと思っております。 しかし、ことちか全体の売り上げを平成24年ぐらいからの資料を調べてみますと、ことちかの京都については、当初、年間で9800万でございましたけれども、現在は2億6000万ぐらいということでございます。25年、26年、27年、大体2億5400万から2億5900万ぐらいと。 いうことで推移をしているようであります。市場につきましては20年が1億4千0 0万、現在は1億5千万ということでほぼ微増という形でですねこの数年間推移をしているということであります。お意見については当初2680万が現在は27年度で3670万ということでございます。これもまあ順調にまあ推移をしているということであります。 山科につきましては26年度オープンということでありますけれども1140万から今1890万ということで,です、ね、それなりにご答弁になりましたように今年が全体の売り上げはまあ推移をしているということでございますその他今日も答弁でございましたけれどもこの北大路を含めて 5, 5駅以外にですね合計で今60、うん 46店舗の展開ということで、まあ売店でありますとかコンビニでありますとか、まあその方向があります。それにつきましては24年度で2850万が、あごめん2億8500万がですね、今4億1550万ということで、トータル的には8億8100万円ぐらいの年間の売上の中で、まあ約半分強が今のことちかそして残りのまあ 半分近いちょっと切れるんですけどもその部分が、えー、いわゆるまあコンビニを含むですね他の店舗の展開ということでございますですからまあ今回北大子5がオープンいたしますと、えーまあ、おそらくトータル的には今 8, 800万であ8億8,000万でありますから、えー、まあ10億に近い数字がですね、えー、非常にまあ近い時期にオープンすればですね1年以内には なななるんじゃないかなそうしますとまあ30年の10億はです、ね、しっかりと確保できるんじゃないかなとこう予測するわけでございますしかしあの今申しましたように、まあ、売り上げがですねやっぱり大幅にくっとこう期待ができるというようなことではなく、まあ、微増微増でですね、まあ、今来てるという状況でございますですから平成30年以降の店舗展開また営業展開 これがです、ね、これからの、ね、やはり地下鉄事業の一端を担いますこの営業外収益をいかに上げるかと、まあ、こういうことで非常に大きなあのこう役目になるかと思います。ですからま平成30年度以降を見ますと今の店舗展開のままで,です、ね、本当にいいのかどうか、まあ、こういったことがちょっとこう懸念までいきませんけどもちょっとそういう器具も あるわけでございますそういったことを今を起点にしながら今後、この地こ下の営業これをですねどういう形で将来展望していくということについてご所見を伺っておきたいと思います。はい、宮田営業推進室長 はい、ただいまの安井先生のご質問の内容につきましては基本的におっしゃったとおりでございますでそういった中で、ことちか今の新しい計画も含めましてご質問としましては一定なった暁にはそれ以上大きな伸びが期待できないのではないかということの理解ではないかと思っておりますで私どものこのことちかでございますけれどもこの店舗につきましては基本的にあのこれ解説当初から まずお入りいただきまして、えー、その契約期間を5年間とさせていただいております、えー、ですので、えー、5年経ちましたら一度これはもうあの契約を解除いたしまして再公募することになっておりますで、えー、実を申しますとそういった意味で、えー、ことちか市場につきましてはすでに年限が来た店舗がございましてすで、えー、に再公募をさせていただきまして 市場ですとちょっと入れ替えがございましてここからファインというドラッグストアが1店舗新たに入っておりますでこの際には当然その出店者説明会をさせていただきまして当然その出店条件という中で皆様方いわゆる会社の方からですねいわゆる私どもの局の収入にあります賃借料 これが出てままいります当然、ことちかおかげさまで非常に評価をいただいておりましてそういった意味でその賃借料がその最高峰の際に上がってです、ね、その分の収入がはまた当然プラスアルファになるということで全店舗につきましてこういった5年ごとの見直しの中で一定割合でことちかの収入は上がっていくものというふうふに考えております。まあ、そういったことと よりです、ね、現在の店舗、既存店舗の中でもです、ね、私どもあの担当を通じまして、いろいろなあの売り上げを上げるようにということで、指導とかお話し合いもさせていただいております、そういったことも通じまして、より売り上げあの売上を伸ばしていきたいというふうに考えております。安<井>今お話しありましたように、今5年契約でですね、まあ 公公開公開していくとますまた新しい公務をしていくということでございます。まあ市場については、えー、オープン当初ですね、まあ、非常に、えー、売り上げを上げとった、えー、ドーナツ屋さんでしたな、えー、これがですね今度まあ退店をされておると、まあ、こういう状況なんですね。で、えー、まあ,あの我々から見ると開店当初一定のやっぱコンセプトでですね 店舗展開を作っててかれておりますでそれが5年ごとにまあ更新ということもしくはまあこうということで変わるわけではありますけれども確かにその売上云々ということは今申しました答えありましたように、えー、まあ契約料の問題とかですね、まあ、いろんなことで上がっていくだろうと思うんですがやっぱり全体のこの「ことちか何々」の全体のですねコンセプトをやっぱりあんまりこういじってしまうと 何でもありやなとまこういう感じになるんですね。そうしますと本来の店舗展開の基本的な考えが先ほどちょっとご説明しましたように40数店のうちのですねなんか売店とドラッグストアとなんかパン屋さんとというようなですねこうイメージがやっぱ変わってくると思うんですね。ですからやはりあの確かに今初めのコンセプトで 店舗展開が非常に苦しくなるということは悪かどんですけれども、一、ま、定、あ、その辺もですね、まあ重要なポイントだと思います。えー、なんか、ね、年月が過ぎたらもう一定の特資が入ってないとこういうふうになりますと、まあ、非常にあの魅力にやっぱり投資ことになりますので、まあぜひ今回のその市場におけるドーナツ屋さんのやっぱ体験がですね、やっぱり、えー、まあ。 今回どういう事情か分かりませんがここ少し前のテレビを見てますとあの店舗そのものがどうも全国的に整理をしてですね再建を図っているというような状況もありますですからまあそういうことはそういうことでありますけれどもやはり店舗全体の雰囲気コンセプトはですねやっぱり守っていくべきだろうと思っておりますんで是非、まあ、その辺はですね 公募をされる時でも契約更新をされる時でもしっかりと義務、えー、をしてですね、えー、まあ、えー、売上げとかいうことにもつながるわけでありますから是非今その辺はそのようなことも一個いただいてこれからの将来のこと時間を考えますと少しまあ厳しいようでありますけどもそういったことも守りながらやっていただかないと、えー、さっき言ったようにあのまあまあここ この範囲やなというようなことになりますとお客様はねやっぱ秋が来ますんでぜひ、まあ、そういったことについては、えー、考えていただきたいと思うわけでありますそれとあのこれも経営の時にですねちょっとご質問したわけでありますけれども、まあ、今年い以外に、えーまあ、バスの広告がございます、まあ、これはまあ質問よりも要望しておきたいわけでありますけれども、まあ、これも秘書を見ますと24年度以降バスにつきましては ただ、3億6000万、3億370万ですから、平成27年の実績、件数で2万7175件ということであります。件数がやはり少し減っていっているようであります、26年はです、ね、3億7 0 0万ぐらいあったということでありますけれども、若干減っておるわけであります。これは、まあ、依頼件数が減りましたら、当然、まあ、売り上げ全体が減るということでございますんで,すで、地下鉄の方は、 件数がですね1万2,300ぐらいから今1万3,400ということで、まあ非常にまあ24年度以降比較をしても今7億6,60万ということで、まあ順調にまあ近づくの場合ですね変上がっておるということでございます。まあこれはもここ県は他の委員もお話ありましたと思いますが。 やっぱりあの貴重な収入でございますんで、まああので従来どおり堅実なやっぱり広告の収入をです、ね、上げていってそしてまあこと下でまた10億と言いますと両方で20億近い数字がです、ね、見られるのではないかなとこう思いますのでその辺につきましてもご努力いただきたいと思うところであります。1点あの、先ほどちょっと金融区間の問題が、 拡大ということでございました今年度、えー、京都バス関係,関係でまあ均一料金になったということでありますあの対市民的には均一料金というのは非常に分かりやすいんですけども、えー、今度まあこの洛西の方になりますと、えー、従来100円台で乗られた数字がですね運賃が230円になるとだから100今106円か108円ぐらいですなあの民間の安いとこ。 それがやっぱり円に上が円上るわけですねで片方上がる方は下がるわけでありますけどもその辺お客様のですねやっぱりこの受けですねやっぱり一区間のどんのに70円上がるということについてはですね非常にまあると思うんですね、まあ、安い分は安い分でいいんですけどもやっぱり上がるという部分がやっぱ非常にやっぱりイメージ的に大きいと思うんですね。 まあ、その辺のバランスは非常にやっぱり大変ね。大切なことだと思いますのでまあ、それと先ほど言ともありましたように。まあ、民間企業でありますから、えー、経営にやっぱりこう影響しない。その辺のバランスがですね。どう取れるか、これが一つのまあポイントだと思うんですね、えー、全体的にまあ均一化非常に分かりやすいです。まあ、ただ、あの京都の市バスを運営している区間でも均一区間ないわけでありますから。まあ 例えば私、まあ、地元の方ですけれども230円もあれば240円もあるとそれも一息違いで240円になるというような、まあ、ケースもあるわけですねですから均一区間の拡大については、まあ、是非、まあ、民間との話もありますけどもえ他の市内における均一区間でないとこだから500円の一日乗車券が使えないとこがあるわけですからその辺ももしですね 一緒にやっぱりこう京都市バスは全部均一130円やでというぐらいのこの制度に持っていっていただかないとどこどこの地域は安いけどどこどこがまだ市場市し走ってへんのに10円また上がりますよと、まあ、こういうことになりますとちょっとこうお客様利用者に対する不公平感が出てくると思うんですね。 ですからその辺、非常に難しい問題だと思うんですけれども、これこそ、交通局の経営にも影響、ね、していくわけですから、その辺を十分に考慮していただいて、金融く間の拡大という大きな命題はありますけれども、ね、少しそういう問題点も含んでいるということを、ちょっとひらをしておきたいと思いますので、それについて、ちょっとご所見がございましたら、お伺いして、質問は終わりたいいと思います、はい。松本次長。 の均ど、の拡大、先ほどあの答弁で、えー、高速局批判と申しました、これはあのやっぱりお客様には分かりやすいという、先ほどのセンターありましたように、まさにその通りでございまして、均一区間というのが非常に分かりやすくて、それと、均一区間に伴って我々のサービスも充実しておりますので、京都市民のすべての皆様方が、均一区間という中で、あのバスの利用をあの進めていただきたいという思いでこれ、これからも取り組んでまいりましょうでございます。はい、進行いたします平山貴雄委員 あの昨日私、市バス事業に関して質問させていただいたので、まあ、本日は地下鉄事業に関して、まあ、質問をあのさせていただきたいと、まあ、思っておりますけれども、まあ、午前中に八村議員があのおっしゃっておられた時代というのは、まあ、当時の私はまだまだ可愛い幼子でありましたので、まあ、当然、当時のことは知る由はありませんし、まあ、また、あの加藤部長がです、ねまあ、入庁された。 昭和55年というのも、まあ、私の父親と母親すら出会ってなかったそんな、まあ、の時代でありますので、まあ、その頃の貴重なお話これをまあお伺いでき大変まあ感銘を受けたと同時にです、ね、そのま歴史あるまあ交通水道消防委員会に所属できていることに感謝をし、まあ、質問に入らせていただきたいと思います。まあ、あの地下鉄事業というのは あの、建設費の方が巨額に上って、収支採算というのは、50年以上の長期間をかけて確保する正確の事業であって、ま、加えて京都市営地下鉄に関しては、ま、東大線の建設時期がバブル期と重なって、ま、走行費は前線で約8500円にも上ったというような、ま、ことは伺っております。ま、そんな状況の中、ま、開業年度以来の、ま、黒字を平成27年度では確保され、そして目標の ま5万人の同客も、まあ、いよいよ目の前にま迫ってきたわけであります。まあ、ただ、今後はあの車両の更新時期等も迫っており、いまだ当然ですが、予断の許さない状況に変わりはありませんが、まあ、財政再建等のですね、まあ、取り組みについては着実に進んでいるものだというふうに思っております。まあ、さて、昨日の局別質疑において、えー、乗客にとって一番大切な安全についての 取り組み、芝生す、版の質疑を行いましたので、本日はその地下鉄バージョンを行おうと思います。でございますので、まず、地下鉄の安全対策の推進についてであります。まずはじめに、地下鉄の乗務員、そして駅職員、運輸部門職員の、まあ、さらなる資質の向上であります。まあ、いわゆる、まあ、B2C の部門と言ったらいいんでしょうかね、あの乗務員、駅職員の皆さんは、特に、まあ、お客様、まあ、すなわち地下鉄の乗降客の皆さんとですね、 まあ一番触れ合う機会の多い職員の方々であるというふうに思っております、まあ、当然まあ緊急時にもお客様との直接の対応が必要になってくる部門でもありますしまあただお客様との対応というのはまあ仮にマリアがあってもその通りにいかないことが多い、まあ、あの職員一人一人の皆さんの人間力の高さというのか対人対応力の向上というのかまあそういったものがあの必要になってくるだと思います まあそういった意味においても資質の向上に関しては非常に重要な部分であると考えますが、まあその資質の向上についてはいかがお取り組みでしょうか。はい、安田企画総務部長。はい、あのお客様へのまあ接遇力と申しますか、まああのその資質の向上ということでございます。あの言うまでもなく我々あの交通事業者の使命。 お客様に安全に目的地まで乗車いただくことでありまして合わせて重要なのが快適にご乗車いただくとでつまりまあその結果ですねお客様に市バスに乗ってよかったな地下鉄に乗ってよかったなと思っていただけるようにするとこれがあの我々の,あの一番大切な対人対応力というふうに思っております。 えーま、あのこれ「節遇」という言葉で表しますと「節、まあ、遇」と言えるんですが、まあ、昨年一昨年これ次長をトップとしたプロジェクトチームを交通局の方は作っておりまして、まあ、全国一のお客様サービスの実現これに向けて取り組みを進めてまいりました、まあ、この中でまあ具体的に「安全」「丁寧」「ニコニコ」「ハキハキ」「テキパキと」と、まあ、この5つのキーワードをお示しいたしましてお客様に対してまず「あのお客様」と言おうと。 もうそこからスタートさせてていただきまして今までお客さんとかいろいろあったんですがそれをお客様と言いましょうというのをスタートさせていただきましたそれと気持ちのこもった感謝表明をしましょうで爽やかな笑顔でお歌いしましょうで声をかけやすい雰囲気を作りましょうとこういうような具体的な項目について指導実践というのを務めてまいりました。 でまあ、あ,のあと、お客様の立場に立ってお客自分がお客様やったらどうですかというのことで考えていただくためにです、ね、職員の方にセルフチェックというのをさせまして一人一人自分がその目標を考えてそれについて行動するというようなことの取り組みも進めてきましたで。加えまして、まああの 外国人の方の方コミュニケーション、まあ、これも大切だということで、まあ、英会話の出前講座とかいうのを解説したりあと中国語と韓国語をさっき触れてまして、まあ、これを覚えるのはなかなか難しいんですがせめてあの「ありがとうございました」ぐらい言えると「まあ、シェイシェイと「カムサハム」ニタっだけぐらいなんですけど、まあ、こういうフレーズぐらいは覚えようというようなことをしてきております。あのお客様から我々また塗りたりいと 言っていただけるのがこれが一番大切だと思ってますので、まあ対人対応力、まあ今後もこの研修とかの一環の中で取り組んで頑張っていきたいというふうに思っております。はい、土田高速鉄道部担当部長。はい、あの私の方からその安全面の支出向上のことをちょっとお答えさせていただきます。あの私ども、えー、職員運輸関係の職員というのはまあ職種いろいろあるわけですけれども、あの駅の職員もいれば、えー、車掌もいれば、それから運転手もいるわけですが、えー、まず、えー、その 職種ごとに年間2回から5回の定期的な教育訓練というのを必ず実施しておりますその中では異常時の対応に関してまずはあの機上訓練を行うでさらには実際に、まあ、あの車両というのを、まあ、車,両車両基地とかで使用させていただきましてでその中で車両故障などの、まあ、異常時を想定した訓練、まあ、これを実際にやっていただくあるいは、まあ、あの先ほどちょっと重なりますが定期教育訓練の中でも接遇向上ということもやっております、まあ、そのようなことで、えー、まず高めていっている で特にですねあの乗務員というのはお客様の命を直接預かる、まあ、非常にあの大事なあの職業ということになりますのでその支出向上というのは大変大切なことでございます、えー、そのためにですね、えー、基本動作の徹底っ,ってこれをあの今うちがあの非常にあの強くあのしているところでございますそのためにはあのもちろんあの教育訓練時にはそのことの重要性については指導するんですけれどもあの私どもの捕食者が、あのー 定期的に天井しかも年に2回3ヶ月ずつ重点天井という期間を設けまして、えーそのえー、基本動作の徹底これをもう徹底させているというとそれからあの研修所の方に実はあの運,運転免許を取らすための,、まあ、あの先生 指導員、指導の先生というのがいるんですけれども、あの専任教師というものなんですが、その方にも協力をいただいてで、教えてる立場ですから、その目から天井指導をしてもらうと、まあ、このようなことで、えー、しております、それから先ほど、国本議員の方のあのところにもお答えさせていただきましたが、防災訓練というのも重要でございますので、えー、防災訓練も複数回、先ほど言ったような内容で、えー、して、えー、やっているところでございます、まあ。今後ともこういう取り組みを継続的にして、失速を向上させていきたいと、そのように考えております。 山おっしゃる通りで,ですよね、本当にあの地下鉄に乗ってよかったと思えるような、そんな取り組みというのが大切になってくると思います、まあ、例えば同じ店でねあの、同じ商品を買うのであっても、まあ、店員さんの対応によって、まあ、その店の評価っていうのは全く変わってくるわけであります、まあ、極端な言い方をすればねあの、同じ商品を高い値段で買わされても、まあ、店員さんの対応が良ければあまり気にならないわけであります、まあ、もちろん後日それを知ったとき、大変悔しい思いをするわけでありますけれども。 まあまあ何が言いたいのかというと、まあ、すなわち、例えばのその地下鉄、烏丸線、東大線とまあ同じ路線の地下鉄ないし、まあ、交通機関があっても、まあ、京都市へ地下鉄をしっかりとまあ選んでいただけるようにまあしなくてはいけないということであります、まあ、そうなるには、職員の皆様、お一人お一人の力による、まあ、これがあの必要になってくるものだというふうに思います。 また地下鉄事業というのはですねまあ独占事業というほどではないんですけれどもまあ路線等によっては必ずまあ利用をしなければいけないお客様もいらっしゃるわけであってまあだからこそまあ親方京都市という意識ではなくてですねまあ職員の皆様自身の対応によってお客様の,この京都市へ地下鉄への評価は決まるのだという強い意識を持っていただけるように特に収支は改善してきているとはいえ企業債等もあり厳しい財政状況に まああることにはは変わわりりないわけであります市民の皆様の応援があってこそ今後の地下鉄事業の未来もまあ開けるものだと思いますので、まあ、そういった支出向上についてのまあ取り組みについてもあの引き続き期待をさせていただきたいと思いますあの次にあの補修部門の職員のまあさらなる支出の,の向上であります、まあ、補修部門というのはやや,やもするとまあお客様の目には直接は目立ちにくい部門なのかもしれないんですけれども、まあ、いわば事故がなくて当然というですね、まあ、ミスの許されない まあ大変能力の高さが求められるまあシビアな部門でもあるというふうに思っております。まあしかしながら乗客にとって一番大切な安全に関する取り組みについてもまあ非常に非常に重要なまあ役割を担われているそんな部門であると思っております。まあそんな保守部門の職員さんの資質の向上でありますが、まあこれはどのようなことを取り組んでおられますでしょうか。はい土田部長。はいあの地下鉄の保守部門あの普段は表に出ない ですけれども、あの実は地下鉄の運行を支えている非常に重要なあの業務でございます。あの地下鉄の保守業務、まあ実際あの専門的知識が非常にまあ、大きなウェイトを占めている。それ以上にまたさらにあの経験っていうのが非常に大事な業務でもございます。えー、実はですね、私どもの、えー、地下鉄の、えー まあ年齢構成上の問題ではあるんですけれども、あの地下鉄の建設時代に、えー、まあ、携わっておりましたベテラン職員というのがちょうどもう今、退職をどんどんしていっていると、まあそんな状況にございます。で、そのような中でまあ、技術の継承っていうことですね、これがまあ実際、私の中でもあの課題となっているところでございます。で、そのために職員にさまざまな経験を積ませる、あるいは検証させるというようなことで、脂質向上に取り組んでいるというところでございます。まままあ具体的なとところとしましては、ま、ずあの 新人の職員が、技術職員ですね、これがまあ入ってきて、職場に配属されたときには、約2ヶ月間かけて、えー、研修というのをまずやります、あのそうじゃないと使い物になりませんので、まずは2か2ヶ月,2ヶ月間、みっちりとあの業務研修を行うで、これによって一定業務の内容が分かってきたところで、えー、先輩職員につけて、日常業務における OJT というのをまあやっていくわけですね、でこれでえ技術力を向上させていく、それからですね、さ、えー、まざまなあの外部団体がございます、まあ、公的な機関、 が多いいですけれどもそういうまあ外部の機関の方に技術講習会っていうのがありますのでそこへ積極的に参加させて、えー、技術力の向上をさせる、まあ、このようなあの取り組みをしております、またそのほかにも、あのー、例えば、えー、この、えー、地下鉄の保守っていうのはどうしても、えー、メーカーとの、あのー、密接な関係というのは必要でございます例えば電車1つ作るにしてもたくさんのメーカーがたくさんの、あのー、機器を収めている。 で私どもは、ね、その中居まで全部掴むというのはなかなかできませんのでその、えー、メーカーなんかに例えば職員を、えー、派遣してでその技術力を、まあ、こちらの方に移していただくようなことをしているとかそういう、まあ、ことをするあるいは、えー、保守作業者なんかも使いますのでそういうのの,、まああのえー、資格を取りに行くんです、ね、そういうための研修とかそういうことも、まあ、するとでこういうことで資質の向上 させてていいただいておりますそれからこれは先ほどちょっと国本議員からの質問のときにも答えたんですけれども、あの緊急時の対応をするために、いろんなその実質的な訓練っていうのをやっております、例えばあの脱線復旧訓練っていって、車両が脱線したときに復旧させるために、これ、ジャッキとかで上げないといけないんですけれども、そういうことがあの迅速にできるように、脱線復旧訓練するとか、それから保守用機械がまあ夜、あの保守のために走ってるんですが、これがもし故障で止まってしまった場合、動かなくなります。 でそれを別の保守用機械で救援に行って引っ張ってくるとかそういうようなまあ訓練本当にあの実質的にあの必要な訓練というのをあの毎年度実施しているところでございます、まあ、あのこんなようなことをして、えー、あの資質向上して、えー、とにかく輸送障害を起こさない、まあ、この間実は起こしてしまいましたこれはあのこういうことが絡んであの輸送障害が起きると非常にお客様に大きな影響を与えますのでそうならないようにあの日夜努力しているところでございます 補修部門あっての安全運行であると思っております引き続きの取り組みをお願いいたしますさて次に先日の中期経営方針でも明記されていましたまた各種委員の方からもいろいろとご指摘もありました地下鉄烏丸線全駅への可動式ホーム柵この設置を目指した自動列車運転装置搭載の新型車両導入の着手についてであります私も あの地域の方々から、またまたま私がお話しした方は、まあ、お孫さんが通学に地下鉄を利用されているまあようでして、まあ、お孫さんが降りられる駅にはまあホーム柵が設置されてないから、可動式ホーム柵があれば安心だな。というようなまあお声を頂戴しておったりですね。まあ、皆様必要性に関しては十二分にまあ認識をされているところであると思います。また、もちろんその導入に関してはまあ、先ほどからご答弁もいただいてますように。まあ、新型車両の導入、そしてあの近鉄電車の理解であったり。 まあこういったことが必要になってくるということは十二分にまあ認識をしているつもりであります。まあ、しかしながらそんな高いハードルがある中、まあ、その地下鉄カラスマー線前駅でのホーム柵設置を目指して、まあ、新型車両の導入に着手されたこと、まあ、これについては大変高くまあ評価をするものでありますが、まあ、一体これはい,いつから取り組まれるのか、またどんな内容なのかをまず教えていただけますでしょうか。はい、辻谷部長。 はい、えー、新型車両導入のお話でございます。あのいつから取り組むのかというお話ですが、あの、えー、中期経営方針にもお示ししたとおり、あの今あの取り組み始めたところでございます。で、どのようにということでございます。けれども、あの？ 実は車両というのは、あの通常の,あのご存知かと思いますが、通常の自動車とかと違いまして既製品というのはございません、あの各社、自分の線に合わせて、まあ、本当にフルオーダーで作るような形になっております。でなおかつ私ども、えー、カラスマ線では 最後に電車を作ってからもう 30, 数年,30年弱ですか経っておりまして過去の設計がもう全く役に立たないというそういうい状況になっておりますですので本当に大げさな話ではもうネジ1本から決めていかなければいけないというような状況でございますですので今基本的なスペックですねどのような電車にしていくのかそれからどのような最終的にはデザインとか内装とかにはなるんですがその前にまずはどのようなスペックでどういう機器を積んで 今回、自動運転装置を積むということですから、だとしたらレイアウトとしてどういうふうに積めるのか、あの限られた場所にいろんな機器を積んでいくということで、そのレイアウトを組んでいくことも大事になる、それから将来的に例えば改造を、既存の電車の改造というのを考えるとなると、新しい電車を作ったときに、その改造内容が既存の電車に活用できるのかどうか。 新型を作っても既存電車に乗せられないような装置を乗せてしまったんでは整合性が取れなくなってしまうそれから近鉄車両の方のことも考えておりますから近鉄の方でもそれができるのかとかいろんなことをまあ各方面とこれから本当に協議を熱心にしていってあの決めていかなければいけないでそういうことをやっていくということがまあ内容にあるということでございます。平田 分かりました、まあ、加えてその計画についてと、あと何年ぐらいかかるのかも併せてあのお答えいただけたら、はい、土田部長、えー、ただいま申し上げたように、あの非常に、えー、多岐にわたる、まあ、調整も必要となることでございます、でえー、設計だけでも非常に時間がかかるだろうと思っておりますので、えー、今ちょっとその計画とか何年ぐらいなのかっていうのは、あの申し訳ございません、まだ今の時点ではお答えできる状況にございません。 山委員かりました、まあ、あの私、まあ、実家の方がですねまが、あ、京阪電車の沿線でありますので、まあ、幼少時、まあ、それこそ可愛かったか可愛くなかったかは別として、まあ、ほとんど地下鉄に乗った記憶っていうのはまあ少ないんですけれどあただ、確か小学生の時に授業の一環であの琵琶湖疎水の記念館に、まあ、私、あの月な小学校やったの東北寺から京阪に乗って三条行ってそして三条から慶揚の,の方で初めてまあて。 東大線に行った時が初めて乗ったのかなというように記憶しておりますが、六、まあ、田先生のようにあの年月日までしっかりと記憶しているわけではありませんけれども、まあ、そんなまあ電車は好きだったということもあったんで、まあ、そのホーム柵を初めて見て、非常に感動したようなまあ思い出もあったわけであります、まあ、そんなまあホーム柵の設置に関しては、当然ですが、まあ、財政再建の両立、まあ、そういうハードルの高い事業であるということもまあ認識をしております。 ただ、もちろん市民の皆さん、そして利用者の皆さんの安全のためには必要な事業でもあると思っております。まあ、しかしながら、民間の鉄道会社には、採算等で問題でできない安全対策も、公営企業だからこそできる事業、まあ、もしかしたらせざるを得ない事業なのかもしれませんが、まあ、ただ財政状況が厳しい中でも、コストカット、コストカットというだけでは対応しきれない部分もまあ今後出てくるわけでありまして、あのまあこういったまあホームサクの設置なんかは、他の民間 鉄道会社はされていないので、まあ、京都市への地下鉄ではホーム柵が、まあ、東大線はもともとですけれども烏丸、まあ、線にも全駅設置されれば非常にまあ強いアピールポイントにもなってくるかと思います、まあ、安全対策をまあ力強く進めていただくことに関しては応援をして、まあ、財政再建との両立を図っていって、まあ、あの両輪でえ考えていっていただきたいと思いますが、まあ、その辺りのご見解についてはいかがでしょうか土屋部長 山本理事、はいあの。今先生の方からあのおっしゃっていただきました通り、非常に多額の費用がかかるということはもう事実でございます。えー、車両の,あの更新というのは、やはり烏丸線、えー、開業いたしまして、35年を経過した、平成33年度で、えーまあ、40年となると。 というこで私どもの車両更新の目安をまあ一つそこに置いいておるわけでございます、えーまあ、あの車両自体は今も健全な車体もちろん部品等は定期的に変えておるわけでございますけれども車両のボディであるとか台車の部分であるというのは今の状況でもまだ健全な状況でございますがやはり40年50年と。 いう機関の中で更新はやはやり避けて通れないいものでございますですから、あの費用対効果もといいますか、いわゆる効率的な投資ということも踏まえて、この可動式ホーム柵の設置も視野に入れまして、車両更新のこのタイミング、えー、無駄にならないようにということも含めて、この時期にやはり取り掛かっていこうと、まあ、こういう観点で進めておるわけでございます。えー、地下鉄事業 あの非常に財政状況が単年度収支で良くなったことは事実なんですがやはり3900億以上の記載残高それと資金不足が300億を超えているというこの状況はやはり全国一厳しい状況ということは片方で事実でございます今後ともその投資的な経費いわゆる設備更新というものもこの車両更新に限らず 烏丸、えー、線の30年以上を経過した、あるいは今度は東西線の方の、えー、設備更新というものも視野に入れていかなければならないという状況にございます、しっかりとそういったことも見極めながら、えー、計画の方をまたまずは策定をしていきたいというふうに思っております平山雄委員わかりました。 まあでは次にその他のハード面での安全性の向上でありますけれども、これに関しては、まずどのようなことをされてきたのか、そして今後、ちなみにどのようなことをされるおつもりなのか、お答えいただけますでしょうか。はい、あの地下鉄は実は実 あの安全性のためのハード対策というのは非常にたくさんあのこれまでも指摘してきておりますがもともと建設時からあのやっぱり設備で安全を保つっていうのは地下鉄の考え方ですので、えー、たくさんしてくれております、えー、その中で、まあ、あの比較的近年に実施した主なものぐらいをちょっとあのご紹介させていただこうかというふうに思っております、えー、例えばですね、えー、火災対策としましてはあの皆さんご記憶にあるかあ,のあれですけれどもあの韓国の方で火災列車火災が 大きな列車火災がございましたであの時に、えー、国の、えー、火災基準ですねこれが改正されまして、えー、その関係で、えー、とプラットホームの階段部分ですねホームからもう火と煙が上がってこないようにプラットホームに全域にあの、えー、防火扉っていうのをつけております、えー、これが平成17年から21年にかけて全域にあの取り付けたところでございますそれからあの消防法の改正っていうのがございまして、えー、これによってあの 避難誘導するときにあの緑色の,あの避難口の表示がありますね、あれがまああの今まで停電とかしても20分ぐらいの,まああの時間しか持たなかったんですが、これがあの法律の改正によって60分も出せなさいということになりましたので、これの改正もして、の私,の私どものどもの駅ではすべて60分持つようにあの変えたりということをしております。それから地地震震対策としましまてはあの緊急地震速報 というシステムを入れておりますあのこれによりまして、まあ、遠くで起きた地震で揺れの大きな地震が、えー、起こった場合には地震波が到達する前に、えー、私どものほうに連絡が来るということで、えー、その時に電車を止めるということですねだから動いてる時に揺れないで脱線を防ぐと、まあ、そんなようなあのことを目指しまして緊急地震速報というのをあの入れております。それからあの浸水対策としましまては えーまあ、あのどの全域に配備しているというのはあ,のあれなんですが、えー、浸水の恐れのある出入り口には元からその止,水止水板というのはもともと設置している駅がございます、えー、それからです、ね、あとホームの、まあ、転落防止対策としてはあの皆さんよくご存知かと思いますが非常停車ボタンというのはあの各駅に3カ所つけておりますあれによってもしお客さんが落ちられたときにボタンを押していただいたら電車が止まるとそれから、えー、車両間の転落を防止するためこれは非常にあの地味なんですが 電車と電車の間に板のようなものがついてるんですね、あのフォローの部分にで。これは目の不自由な方が間違ってあの間に落ちないようにつけてるんです、でこれも全車両に取り付けております、それからあのホーム下、これはまあ降りたことがないからわからないと思いますけど、ホーム下に退避スペースを設けて、もし仮に転落して電車が近づいてきた場合に、その対避スペースに逃げ込んでもらえるようなあのことにもなっております。それれから京京都都駅駅なんですけれども京都駅 ホームがま曲線なので、えー、隙間が空くんですね。どうしても電車との間に。で、えー、そのために、えー、まず下からランプを照らして。 足元にに隙間ががありますよよってていううのが分かるようにしているしそれからこの間、可動式ホーム柵をつけた時に、えー、ときに少しでもその隙間を狭くするためにあの3 4センチのものなんですがく板板ていうのをつけてその隙間を狭くするそういうような対策それから先ほど私どもの山本の方から申し上げましたように注意喚起ラインですね CP ラインっていうそれを取り付けたりとそんなようなことをしておりまして。えー、まあ,あの あと、今後のことですけれども、大きなその災害対策としてはえー、止水板これを、えー、たくさんの駅に取り付けていくということで、ただいま計画をあの立てているで、実施にあのあの今年度から実施しているとそういうところでございます。岩山だ委員わかりました。まあ、あの特に私からもあ止水,止水板ですね。まあ,あの、先日、伏見区の方では、まあ、避難命令が出るような豪雨もありましたし。しまあ、そういったことに対応を取っていただかなくてはいけませんので、まあ、そういったことに関して、まあ,あのちょっと。 時間の関係もあるのでもう質問はしませんけれども、まあ、力強くあの、えー、取り組んでいただきたいというふうに思っております、またあの安全対策から少し質問がそれますが、あのまあ、毎年、交通局さんも総務省、国土交通省等へ、まあ、国の方へ、予防へ行かれているわけでありますけれども、私、まあ、財政再建に一番手っ取り早い方法というのは、まあ、高金利建設企業債の借り換え制度の創設であると思っております。まあ、当然これはあの高金金利利ののの建設債をを低金利のものに借り替えをして まただ、金利差額分を保証金として払わないといけないから財政効果の意味はない、まあ、その保証分をまあ国が立て替えるという制度なんで、大変にハードルが高いことはまあ十二分にあの分かっているつもりなんですけれども、ちなみにこれ、もし実現すれば、財政効果っていうのはどの程度あるもんなんでしょうか、はい、安田部長。 えー、あの高金利の建設企業債の借り換えなんですが、まあ、現在、あの金利が非常に低いということでございまして、まあ、昔の高金利の企業債これを借り換えれば相当利子負担が軽減できるというものでございます。 現在我々要望してますのは3%以上の建設企業債について借仮会計できるようにお願いしておりまして、平成29年度末で3%以上の企業債これを借り会えを実施することができましたら、だいたい25億円の財政効果が見込まれるものとしてしております。平山貴孝委員、25億円ですよね。あのかなりあのいい財政効果であると思っております。まああの要望言ってもなかなかなしのつぶての状況ではありますけれども、これはまあ要望し続けないと。 あのいけないことでもありますので、まあ、1年でも早い、まあ、制度の創設に向けて、まあ、尽力されること、予防しておきます、まあ、最後にその地下鉄事業に関しても、まあ、あの依然、予断を許さない状況に変わりはありませんけれども、まあ、決算の方はは非常にま良くなってきたことは事実であると思っております、まあ、平成27年度はま開業年度以来のま黒字でありますし、まあ、ただ、健全化出資官をはじめとするまあ一般会計からの支援があっての黒字ということは、肝に銘じなくてはいけませんし、 民間企業の感覚でいえば、まだまだ大赤字という認識であると思っております、まあ、すなわち財政再建の道はまだまだ半ばであって、可、ま、動、あ、式法務策をはじめ、万、まあ、全のことも重要でありますが、まあ、その健全化との両立を実現して、まあ、長期的な視点から内容の充実、これを図らなければいけないと思っております、まあ、最後に管理者の方から、決算を踏まえたそのご決意をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか、はい、山本管理者、はいあの、確かに先生のご指摘のとおり、 あの地下鉄事業の経営状況、まあいまだ厳しい状況にあるということでございます。引き続きですね、あの、えー、経営健全化団体からのまあ脱却を目指して、えー、取り組んでまいりたい、えー、いうふうに思っております。同時にあのお客様の安全を守ることはまあ、えー、交通事業者の最大の使命でもあります。 あの先ほどの少しあのご報告も申し上げましたけれども、転落された方をまあえ監視のカメラで気が付くとかですね、またはあのどうも法務所で様子がおかしいので、よくよく駅員が聞くと、自殺をしようとされておられたという方も事前に発見をしまして、よくよくお話をして、立ち立て,てたという、そういうまあケースもあります。あの備えをを常にという言葉がありりますけれどもこの気持ちをしっかり 職員一同もっとですね安全対策に取り組んで参りたいというふうに思っております。で、ご指摘のあの将来でありますけれども、あの、えー、と中継経営方針の方にも書きましたけれども、えー、とま経営健全化大体が脱却した後につきましてもやはりちゃんとした計画を持って事業に取り組んでいく必要があると思っておりまして、そのまスパンとしてはおおむね十年間を期間とします、ま中長期的に立ったまあ、そういう ビジョンと言いましょうかそういういいいいものを作っっててきたと思ますこの中にはですねまだ予定ではありますけれどもご指摘のあったその車両をはじめとする設備の更新でありますとかもちろんその安全対策でありますとかさらには将来のまちづくりを見据えた事業者の動向でありますとかそんなこともしっかりと検討もしながらですね引き続きこの安全を担保しつつ まあ自立した経営が一日でも早くできるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。はい、進行いたします。平井平井。え二、ー、日目よろしくお願いします。えー、っとまず最初に、えー、バス待ち環境、特にあのベンチの関係について質問をさせていただきます。 えっと昨日の質疑であの森田議員からあの現状を語られましたけれども、私も実は一緒にあの9月当初、国前方面にあの行ってまいりました、えー、あのその日もです、ね、非常に暑くてです、ね、まあ、今も暑いなと思いますけれども、あのやっぱり暑い中で国道沿いですから、まあ、非常にさらに暑いという状況なんですけれども、あのまあバス停にお年寄りが地べたに座っているんだということも、 あの住民の方から聞きまして、まあ、事態はちょっと異常だなと思ってるんですけれども、まあ、ただですね、その昨日の答弁も含めて、ですね国道事務所があの規定をしているから、この規定に基づいてやってるんだということでの答弁でした、改めてあの国道事務所の,あのベンチの基準ですね、あのこの関係はいかがでしょうか。はい、加藤自動車部長 はい、あの国道のまあ基準ですねあの、ベンチ設置して、あの歩道の有効含有が2メーター、えー、確保しなければいけないとなっております、あの京都市が管理する道路の場合は1.5メーターでいいんですけれども、国道の場合は2メーター必要ということでございます。 えっとまあ、あの今のは、まあ、自転車道を含まない形での復員の,、えー、の話でありましたし、まあ、含めばもうちょっとあの広い面積もいるという形になっていると思います、えー、その中でですねあの昨日の話にもありました通り、えー、国道沿いはあのバスの切れ込みがあ,のありまして、まあ、歩道がそこで狭くなっているという状況でありまして、まあ、あの交差、えー 通行人と例えば自転車とかでも交差するのが少し窮屈かなというふうには思っているんですけれどもこの切れ込みについてですね交通局としてはどういうふうに見ておられるのかこれがなかったらですね、まあ、ベンチもうちょっとつけられるんじゃないかという思いもあると思いますしきょうの答弁でもつけられるとこにはつけたということでありますけれどもあのこの、まあ、国道沿いの おお、切れ込みも、なんで入っているんかということと、合わせて、まあ、どういうふうに見てはるんかって言うのは、そこら辺はいかがでしょうか。加藤部長。はい、あの、国土の切り込みですね。いわゆる、あの、バスベーというものでございます。あの、やはり、あの、国土の、あの、交通の阻害。 にならならいためにあのの設置されているものだと思っておりますただあのこれがあるかないかあのどちらがいいかと交通局の立場で申しますとちょっとあのいろいろな観念があると思いますあのなければそこで時間調整ができないとかいうようなこともございますので場所によってやっぱりあのどうしてもそういうバス部があの。 作っていただきたいところもありますし、まあ、あの通過するようなところであればあのバスベがなかったのいいんですけども、なぜやっぱり国道というのはあの一般道路に比べて通行量が多いという中であのバスベを通常作られるというのがあのまあ基本となっておると思います。以上でございます平井あの、まあ やっぱりあの脱車社会ということで、まあ、そこら辺あの、国がもちろん規定している部分でありますがやっぱりそういう部分に対しても、えー、全体像を見ながらどうするのかというのはぜひあの考えていただきたいんですがその上でえで、ー、クリアできない要件というのがあのそういうベンチの規定のもとで道路幅どうしても取らなければいけないとあのいうことになっているんですけれども、まあ、そういう中で例えばですよその道路幅が えー、切れ込み以外のところで、何、えー、とかいけると。まあ、そこが、例えば、二メーター、三メーター離れているとあのいうことになっている部分というのが、あのもちろん、見ていてあるんですけれども、そういうところに、えー、例えば、ベンチがつけられないか、というふうに思っています。二十四年五月に旅客流動調査におきまして、えー、国道の東土地下のバス停で言えば。 乗降客で全体105人、えー、久世殿城町でいうと、えー、乗降客全体244人とで中久世で言えば203人下久世は310人ということでまあまあの人がやっぱり乗り降りされてるとあのいう状況にあると思うんですけれども、まあ、先ほど言ったようにまあ本当に夏の日差しきつい時に座るとこがないとなれば地べたに座らざるを得ないと。特に高齢者の方々は やっぱり体力も温存しなければならないとあのいう状況にあり、さらには車の排気ガスでまあ熱さらにきますから、あの環境劣悪だと思うんですよね。バス待ち環境としてはやっぱり環境が少ししんどいのではないかとあのいうふうに思うわけです。都の城町のバス停なんかはあの企業ですかね、あの個人企業だと思うんですけども、企業の敷地が すぐ横にありまして実は玄関すぐではなくてちょっと余裕があるんですねこういう幅にこれまでもバスの駅という形で作ってこられましたけれどもそういういろんな工夫によってベンチがつけられる可能性があるというふうに思っているんですもちろんあの交通局の皆さん現地に行ってですねいろいろ見ながら。 やっておられると思うんですけれども、さらに踏み込んで,です、ね、こういう工夫をしていただきたいと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。加藤部長 はいあの今、先生から具体的にあの九世殿の郎町ですかあの、お聞きしました、ちょっとあのまた現地見に行った中で、そこであの設置できるか、まああの土地の方ともちょっと協議はしたいと思っております、それと、あの昨日もあの森田先生からお話しあった時にも、まあいろんな手法で、なんとかこうできるような形で、私どもやっていきたいと思っております。あああののののこれままでででもあの通常のベンチから、まあ、教ですねあの座面 の狭い橋上についても我々の職員の方で業者といろいろやった中でああいうことを開発しております、まあ、あのいろんなベンチ、またあの設置できないところこういうベンチだったら設置できるという,ようなこともあのいろいろ研究した中でなんとかちょっとで少しでもねあのバス停のベンチの設置につけてあの頑張っていきたいと思っております。 あのまあ、よく言えばです、ねあの、交通事業者、要はバス停という形でのバス待ち環境が本当に改善できる状況というのをあの引き続きやっていただきたいんですけれども、まあ、そういう中で、あの機能は、えーえー、ポールという形で、まあ、腰掛けできるようなものねあのさらに場所を取らないような、まあ、少し腰掛けられるものがあれば一番いいなということを言っておられましたけれどもそういうまた新たな。 あのベンチ、今のベンチでいうと幅が若干あるということで、置、ま、く、あ、場所は工夫されていますけれども、あのそれだけではなくて、もうちょっと幅細いあのベンチの定義になるかどうか分かりませんけれども、そういう,こう開発というのは、どうでしょうか、加藤部長あの。開発と言いますかあの、まあ、業者の方でそういうものを持っているところもございます。例えば今市場景覇のののの東向きのバス停前にちょっとポールの形したあの、うん ちょっと腰を置けるようなやつもありますのでただちょっとあのそのポール式になると下を掘ってあのやらなければいけないという部分もありますあの簡単なベンチでしたらあのアンカーで打ち込むだけでいいんですけどもそういった部分で今度また基礎からの工事であのつけられないというような問題もございます、まあ、あの先生おっしゃっている部分も含めてあのいろんな形で研究してあのつけていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。平井 今出された通常のベンチとポール式にするということで、手間の部分と手間賃というか、お金の部分ですね、どれぐらいの状況になっているのか、できたら資料でいただきたいんですけれども、どうでしょうか。加藤部長 ちょっとあの私とこもそのポール式が具体的にあのあるわけではございません。ちょっと業者の方、いっぺ聞いてみた中で、あの資料として提供できるようでしたら、また個別であの先生のお持ちしたいと思っております。以上です。<井>えっとまあ多くの地域で出されている。こういうバスマチ環境の創出ですしま、さらなる改善ですね。 ここにやっぱり市バスとしてもぜひあの新たに踏み込んでいただきたいというふうに思っています2つ目には、金鉄区間の拡大あの先ほどもたくさん出されていましたけれども少しあの聞きたいところがありますのであのぜひお教えていただきたいというふうに思っています2014年の3月に佐賀・嵐山地域で金鉄区間が拡大されて聞いた話では当初、増客増だということで伸びているんだということで で、あの少し聞いたと思うんですけれどもその佐賀嵐山あの地域のえ均一区間の今の状況はあのもし速報値でわかるならいかがでしょうか。宮田市長はい、あの佐賀嵐山の均一区間におけるまあ、実施効果ということでございます。で、えっ、ー、と、この佐賀嵐山に地域におきましては。えー 調整区間でありました系統で11、28、91、93の4つの系統が均一区間になりましたで例えばでございますがこの4系統の増加率お客様の増加率で申しますと11号系統が26年対比で7.827年度で対比3.8 28系統が同じように3.1、11.1、91が5.4と5.6、93が9点失礼しましまた7.4と4.5ということで、26年度、やはり均一化になった時点でかなりそれぞれ伸びております。でそのの傾向当然あの 伸びた時点でがぐっと伸びまして27年度も堅調に伸びているということでございますそれからこれは間接的な効果になるかと思いますけれども1日乗車券カードでございますでこれはさすがにあのどのエリアでということではございませんが全体の伸び率といたしまして実は26年度均一化が始まった効果が出た年に実は20.8%売上が伸びております枚数でございますが。 でこれは27年度で11.4%で伸びておりますので、やはり均一化になった時点でのかなり効果が出ているものではないかというふうに考えております前回の予算委員会で,です、ね、川合議員があのいろいろ質疑をあのその点でもさせていただきましたけれども、あのまあ、その際には、えー 修学院と岩倉地域相模原山地域ですねあの京都バスとの合意が、まあ、なかなか、ね、あの非常に難関であの英談してもらったということでのご答弁されてると思うんですけれども、えー、この時にですね、えー、北さんというバスの関係を少し北さんねのバスの関係を、えー、出させてもらって、まあ、やっぱりあの 一日乗車券が使える使ええるないといとうのも含めてですね、まあ、負担率がだいぶ変わるということで、まあ、負担率が変わることは、えー、交通局にとってはご負担になるかというところもあると思うんですけれども、まあ、そういう中で、ですね、えー、均一区間のことを少し要望させていただいたという経過があります。えー、その…えー 時に、えー、岩倉修学院の地域の拡大状況を見てということで、あの言われていましたけども、今、まあ、途中だと思うんですけれども、岩倉の地域の関係はどんな感じになってますでしょうか松本市長。 あのえー、と予算委員会のやり取り、私も記憶しております、あのえー、それはまだ直後、岩倉と修学院を拡大したということでございましまだあの速報数値でございますので、あの収入ベースでの数字でありませんので、確定数字ではありませんが、あの岩倉修学院の走る系統。 失礼しましたの各停留所のお客様数の伸びですけれども、これにつきましては大体3%から4%ということで、ただ、これからあのあのその金利拡大の効果というのも、やはりあの浸透してまいりますので、ただ、伸び率は確保されている状況で、今推移しております平井、相対的には伸びているということになっているというふうには。 あの思いますし、まあ、あのご努力いただいた部分も含めてです、ね、あの本当にあの必要な部分にであればです、ね、その伸び率もどんどん上がっていくということになるというふうに思いますあの京都市としてはもうちょっと広げたいんだということでさらなる努力をあのされると思うんですけれども,も私たちもやっぱり、均一価格をさらにあの増やしてです、ね、利便性向上というところであのやっぱりそういう声をまたぶつけたいと思うんですけれどもそこら辺、今後 今後どう、どういうところにどうというのはまだ検討もされていないかもしれませんけれども、あのそこら辺の思いというか、あの今後どうしはるかというところは、あの教えていただきたいと思います宮田市長、はいあの。その点につきましてあの先ほどご質問いただきました際に、ご回答させていただいておりますが、あの私どもといたしましては、基本的にあの各社、あ平等にといいますか、あ各エリアで、 えー、いち早くできるようにということで、えー、まずこちらまずこちらということではなくてですね各社に対して今は気に、金閲感なんとかできませんかということでお願いをしているところでございますで、えー、かなりですね、えーまあ、深まった議論はさせていただいていると思いますがただ、ちょっとその内容につきましてはですね各社のやはり経営状況のお,お話になっておりますのでちょっとこの場では申し上げられませんが、えー、昨年とまああの岩倉になったとき はまあ京都バスさん単独のあの相手でございましたですけれども今のところ各社に同じような働きかけを行っているというご理解をいただけたらと思います。平井えっとぜひですねその緊縮感の拡大に向けてですねまたあの慎重な競技もいると思うんですけれどもそこら辺はあのぜひあの進めていただきたいとあのいうふうに思います。え三、ー、つ目にですね、えー、この間の、えー 交通の空白地域や、えーまあ、京都市自身のですねモビリティマネジメントについてをあの質問させていただきたいと思います、えー、一つはですね国土交通省が、えー、2015年11月に、えー、地域公共交通活性化再生法をあの一部あの改正をしたということで、えー、ここではあの 公共,交通公共交通の空白地域を500メーターということであの規定をしていますがまずあのその京都市内での空白地域などの調査ですね、まあ、過去も含めて今あのやっておられるかそこら辺はいかがでしょうか高見担当部長はい、えー、京都市におけるあの交,交通空白地帯の調査についてでございますが共通交通局においてはあの実施はしてございません。ただ参考にあの 現在の私どものバス停の間隔でございますが、平均で0.41キロメートル、410メートルという形が私どものバス停の間隔になってございます。以上でございます。<井>あのまあ交通局単独で、えー、調査ということでいうと、なかなか難しいという声が多分。 あの出てくるとあの僕も思っているんですけれども、あの京都市全体がですね公共交通全体を考えるっていうことで、まあ、そういう枠組みであの作っておられると思うんですけれども、やっぱりあの京都全体で年齢区分も変わってきて、街そのものもあの変わってきているとあのいうふうに思います。えっ、ー、とあの、えー、公営企業の管理者からもあの一つは交通はまちづくりだということで。 あの先ほどおっしゃっていましたけれども、改めてです、ね、京都市総体として、僕は調査する必要があるなと思うんですけれども、まあ、この点で,です、ね、他局との連携も含めてです、ね、こういう声出してほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか高見担当部長、はいえー、京都市全体の取り組み、いかがという話でございますが、まあ、先日来、ご説明をさせていただいているところでございますが、都市計画の交通政策部門とは、 あの各レベルで常に情報交換はしていいるところでございますですからあの先方がいわゆる抜けておる交通不便地の情報であるとか我々が現在 MM で取り組んでいる地域の状況というのは情報交換しているところでございますが市全域全体で取り組むかどうかにつきましてはちょっと私どもの方で言及するものではないと考えてございます。平井 それも分かった上で、あで、交通局からもぜひ、そういうお声をいただき、かけをいただきたいなと思っています。それでですね、あのこの先ほど言ったあの地域公共交通活性化再生法の中で何が書かれているかというと、一つはですね、 その移動手段の確保住民が移動手段を確保するためにですね、えー、どうするのかっていうのは今本当に公共交通に求められている役割の一つだっていうことと、えー、加えてですね 民間事業者を中心とした従来の枠組みからの脱却をすべしだとで地方公共団体が中心となって地域戦略の一環として取り組む必要があるのではないかということが書かれていますまた、ですねまちづくりと連携して面的なネットワークを再構築することがあの交通事業を形成する上えで必要だということで、まあ、計画の策定なんかも策定および実施も含めてですね 協議、えー、会単位を作ってですね、まあ、こういう取り組み方もできますしあのやってくださいよと。 いうことが提案をされていますこれまでそういう協議会というのは京都市ではやられていないということで少しお聞きしていますけれども計画の作成までのものだったんだけれどもやっぱりそういう範囲を拡大をしたということは非常に国としてもそこの辺を見ていると思うんですよね。だからやっぱり公共交通のの役割っていうのがさらに 高まっているというのは確かですし高齢化を迎える中で本当に必要だという方が増えてきているというのは明らかだと思っていますそれぞれこの間も交通局さんに藤城地域どうですかとか桃山どうですかとかいろんな地域の話をさせていただいておりますがそういう地域の要望を自治体が組み上げる仕組みにすべしだと僕は思っているんですけれどもその点いかがでしょうか。 松本次長、はいあのえー、交通不便地のことで、えー、っと我々、わバス昨日も答弁させていただきましたが、しバスが運行を担う地域の交通課題ということで、我々はあは主体的に取り組んでいくとであの、まあ、全くの空白地域であったり、あるいは民間バスの皆様方が担っている、えー、地域、領域であるつきましては、我々がまが、あ、メインプレーヤーになるのではなくて、あのあの 当然、会議には参画していきますけれども、まれわはノウハウを持ってというふうなことの基本姿勢につきましては、お伝えしたとおりでございます。今の先生からのご質問は、一歩進んで、国の法律の中で言われておりますのが、移動手段の確保、これは新しくその交通の機関を引くというふうな意味合いもされながら、一番大きいのは、今ある、 そのバス路線をどうするんだと、だどんどんあの全国の中では縮小傾向にあるというふうなことの懸念もあったかというふうにも思っております。で、そうでありますと、我々市れ、芝数におきましてはあのいつも言っておりますのが、あのあすません83の系統はすべて守りきるというふうなことを言いつつ、さらに利便性の強化を図っていくというふうなスタンスでございます。したがいましてあの、これを交通政策として、えーまあ、考えるというふうなことでありますと、われわれの、これまたあの、 取り組む守備範囲というよりもやはり交通政策を預扱う都市計画局となるかと思います。で、あの本日からのま今までのこの委員会での先生のあの話等当につきましても我々はいつもそういうふうな情報を提供する場もございます。従いましてこの場におきましてあのその政策にの舵を切るというようなことではなくて今の話を我々も行政の一員としてそういうふうなご意見があったということを伝えつつ交通政策の。 との連携を図っていきたいというふうなことになると思います。平井あの大いに連携を図っていただきたいということと。まあ、あの mm の考え方そのものがね。少し狭いんじゃないかというのをあの思っておりまして。あのやっぱりそこの地域で機運が起こって乗客がまあ。 その人たちの努力で増えてとていうことで、まあ、いつもご説明いただくんですけれどもあの、まあ、モビリティマネジメントの考え方ってまあいろんなところで出されてるんですけど、まあ、土木学会が言ってるのは社会的にも個人的にも望ましい方向で自,殺自発的に変化することを促すことですよと促すの誰だって言ったらやっぱり行政のところで促していただきたいと思っていますしあの歩く街はもちろんあの窓口でありますから歩くはもちろん窓口でありますから 町のところで議論されるべき部分は非常に大きいというのは思っているんですけれどもあの交通事業者としてやっぱり道は今あの路線で走っている部分や、まあ、以前路線で走っていた部分というのは熟知されていますから、まあ、こういう部分でですねあの 促し方というのをやっぱり角度を変えてですねやっぱりあの今頑張っておられるところある程度ねあの支援いただいてですねこの間も匿名は110人というあの報道があの新聞でもされていましたしあ,のあと少しだというところまであの来ているというのは思っているんですけれどももう一歩踏み込みがやっぱりあの必要かなというふうに思っていますしもちろん窓口としてですね えー、歩く街っていうのはあ,のあるんですけれどもそこに到達しない住民の方々もたくさんいますし。 区役所でそういう集約をしていると言いながらも、区役所には一部の意見しか入っていない場合もあの本当に数多くあると思うんですよね。そういう,こう声というのをあの集約できるような協議会というか、その本当にあの市民の皆さんの声に応えるような部分というのは非常に必要だというふうに思っていまして、まあ、交通局としてもそういう部分に対して、本当にあのご協力を大きくいただきたいと思っているんですけれども、どうでしょうか松本次長。 あ、すいません。重ねての答弁になります。あの我々がその例えば直接に。あの。 地域の方々のご意見を聞いて先ほど先生がおっしゃったような大きな運動に乗っていくというふうなことを先生からの今ご要望というふうにお伺いさせていただきましたけれども我々は先ほどありましたやはり地域の実情に最も成熟してて地域の思いを一身に受けているのはやはり区役所だという理解が本当にございますしたがいまして我々の情報提供の多くの部分は区役所経由でございます。 で区役所にからあのそういう地域の盛り上がりあるいはここのまちづくりにとって市バスあるいは地下鉄がどれほどあの、まあ、あの効果的なのかという話を受ける中で今順次各区役所を通しながら市内各地でそういう市バスに乗ろうというふうな運動の中で我々が応じているということでございますので、まあ、これのことはしっかりときっちりとあの続けてまいりますし引き続きその皆様の声が、まあ、あの区役所というその をフィルターを通して我々に参った場合には我々はあの各地同様にですねあの取り組んでまる決意でおります。ただあのそうでは至らないまあ行為に対して我々がどう取り組むかというのは非常に今現段階であのなかなか方策としては難しいということでございます。そういうことにつきましてあの併せてま今現在の交通局の考え方ということになります。平井。 そういう中で,です、ねえーあの、交通局として、まあ昨日の答弁の中で、規格立案はできないで、まあこれ、これまでもあの同一の答弁いただいてますけれども、特美名についてはあの、交通局がイニシアを取ったと、まあ、ちょっと意味合いがどうなのかっていうのをあの考えながらなんですけれども、あのイニシアチブを取るということは、区役所からのそういういろんな情報をあの聞いて、 あの交通局としてや,やれることを、まあまあ、ある意味先頭に立ってやったということになってくるというふうに思うんですけれどももちろんあの各局との連携あの本当にいるので。 あのこの間言っているあの西鴨への延伸の話なんかはあの建設局との協議があのもちろん要りますし道路改良をあのしなければいけないところなんてあのたくさんありますから、まあ、そういう各局との連携を深めてです、ね、あの乗客を増やす努力というのは あのまあ、京都市全体であの取り組むという形になってますから、あの京都市全体で取り組んでいただくということであの、地域の要望を実現する必要が本当にあると思うんですけれども、あのこの点あの、各局との連携、さらに強めるという部分では、あのいかかがでしょうか高見担当部長各局との連携の点でございますが、あのこれはあくまでも例示でございますが。 え先ほど先生からご紹介あった通り例えば都市計画部門では一般的に公共交通を利用しましょう、えー、一般車両からあの公共交通に使いましょうといういわゆる MM 講義での MM にまず地域でアンケート等で取り組みで一定地域での盛り上がりが出てきて具体のまあバスが通れる環境にあるという前提はございますがその中でいよいよバトンタッチを受けてく あるいは私どもがいわゆる交通事業者の立場としてバスをどのような形で運営するのかというノウハウを出していくという形で、ある意味では入り口、途中、そしてゴールという形であの緊密な連携は、えー、都市計画部門とは取っているところでございます。以上でございます。平井えっと都市計画部門だけではなくてですね、まああのそこのまちづくりに携わるところとの連携をぜひ深めていただきたいということを申し述べまして終わります。 ただいまの質疑の中で、平井委員からポール型のベンチに関する資料についてご発言がございましたけれども、これは個人資料でしょうか、委員会資料ですか、平井委員、挙手して、はい、平井委員。個人でもいいんですけれども、まあ、全体が分かるような形の方がいいと思っておりますので、もしよければ、あの委員会資料として出していただきたいと思います。 ただいま平井委員から請求のありました資料につきましては、理事者、提出できますか。加藤部長すみません、あの私どもの,そのポール式のベンチというのは、まだあのどういうものかというのも当たってもおりません、あの業者とちょっと確認した中ということになるので、必ず出せるというふうには思っておりませんですけども、ちょっとそういう、あのちょっと今の状況では出せないということで。 出せる範囲でそうしたら出さしていただきます。あの,あのもうあの個人資料でいいです。はい。では個人資料として対応をお願いいたします。進行いたします。中村委員。ではよろしくお願いします。私からはあの昨日に引きついてこだわりではございませんが、ラッピングバス同様ですね。同様そういう衣装に関すること、経過に関すること。 その前提にあるのはですねやっぱり京都の都市価格を上げていきたいということでこのバス事業におけるですこ、ね、こに関わっている部分としてですね昨日は、まあ、ラッピングバスのことを触れましたが今日はですねそれの広告付きバス停留所ウェアのですねその整備に関してその部分でのですね広告のデザインそれから色等についてのね とについてちょっとこう物申したいと思いますんでまずそれからですがえー、今日もですねルルそういうバス待ち環境の改善ということで多くの委員が話されました、まあ、これはもうずっと昔からずっとですねもう毎年誰かがこうずっと言い続けている中でですね、まあ、そういう中でそれこそ徐々に徐々にですねベンチができたりまた屋根がついたりという中で 大きくここ変わってきたのがこの MC 土壌とのですね契約において今現在ずっとできてきいているまあウェア付きの広告付きのですねウェアのそのバス停留所とまあこれは民間のですね力を借りてそしてまあそれぞれでまあバス待ち環境をよくしていこういうことで始まって多くのまあ恩恵をですねまあ京都市民は今 得ていいるというのは,これは事実でございますで当初ですねああええのができてきたな絵、ええのができたなというような感じでですね皆さんはそれぞれにそれぞれがまあ喜んできて今現在186か所設置がされてきたんですね、まあ、それが平成21年か2年かそのぐらいからですかな21年からですね これは大いに結構なことなんですがその中にあってですね「でちょっと待ってよと」とちょっとあのデザインっいうかあの絵はちょっと絵うつないんちゃうかとかですが色がきついなとかですねえらいそのもろにリアルやなとかまあいろんな声が出てきてですねで昨年のそれこそ10月にですね陳情が出ました。 それでそれがまあ陳情の17号ですが、市バスのですねバス停ル所広告の改善についてということで、この陳情を受けて、ですまちづくり委員会においても話されて、そして当局、交通局においても、ですねその陳情を受けて、ちょっとでもおっしゃってることを理解して、改善に向かおうということで、新たに網掛かけをして規制をされた。大変あのまあそれで、まあ いいいい方向でで進んたただいたそういうことは経緯はよく分かってですねあえてさらにですねさらなるところを求めるようなことで今からまあ言わせてもらうんですよでそこをいう形で進んでいただいているのは大いに結構なことで当然、えー、この後もですね広告付きのその親についてはそうしてもらったらいいんです。 どんどん増やしてもらったらいいことで今回、まあ、覚書もされてさらにこう進んで推進されるということもお聞きしておりますしかしながらですねまあ京都の景観を守る大事にしていこう都市確保をこれからも高めていこうと、えー、いかんせんその屋外広告物と屋,屋上の看板とかですね何かとそういう規制強化をしてきて 市民全体がですねそういう広告物とかに対するその神経が大変敏感になってきておりますよねで、お商売されてる方なんかにしたらですねなんでここまで言われなあかんやってなことを実際こう多くの議員もですねここ何年か聞かされてきたあると思うんですよしかしながらやり抜きました結果はですね往来ですわ私はもうそれはやって良かったし今後もきちっとやってよりですね きちっとこうさらにですねそれはもうシビアに景観を守るという京都なら日本に京都があってよかったというそれを守るためにですね京都はしっかりした景観のですね規制をしていくべきやと思うしそういう使命を帯びているのが京都やとこのようにつくづく思っておりますそういう中においてこのやっぱり目立つというか気になるのがやっぱりこの増えれば増えるほどですね そのデザインなりですね広告の部分が目につくわけですよねラッピングバスと同様にですね。やっぱり市民もですね最初ちょこちょこぐらいやったらわからんかったんがだんだん多くなってくるとやっぱりそれ以外に敏感にです、ね、反応するようになってきてですねなんかちょっと合わんなと違和感を感じるというそれこそ当局がですね作られたあの規制の中ですねそのまあ マッチングしないというような部分での、そういう表現がございましたよね。まさにそのように感じられる方が多くなった中で。今回の今回や、昨年のですね。規制の中の中身も見ますと。まあ、上野航空もですね。1。表示の1面あたりの面積が1.98平米は、まあ、約。 2平米、の1メートルというですね、そういう約、そういうものがベタっと貼れるとかそれから上は広告を設置可能な最も厳しい地域の屋外広告物の許可基準としてはこれは総面積が10平米以下のところはもう5平米以下がですねその基準になるとかこう改定ございますけれどもその中でですねこれらの,その要は広告の面積をもう少し 小さくするとかそれから色合いにだけはなくてデザインの部分で核、えー、瓶の宣伝とかいろんなあ人物がこうの出ているこれらを結構あの規制されたというのを聞いてますだから高校の前にですねあったそのあれサントリーの核瓶のですかなそれの。 広告については学校の周辺はそういったアルコール等の広告物はやめてもらうように唯一向こうも飲んでくれはったというかなんかそういうような意味でですね話せば分かるやないかという部分もあるやないかとだから京都として今後の都市確保を高めるための京都のスタンスとしては広告はいいんですがもう少し その基準をです、ね、こちらからしたらちょっとこう厳しくさせていただいて、まあ、向こうにしたらです、ね、面積を少なくそしてデザインにおいてもあんまり誇張しない色合いについては今まで以上に要は違和感を感じない一般の方がです、ね、感じないようなところのレベルまでのそういうものにしてもらえないかってなことはできないかどうかというのが思いなんです。 でそこで、えー、先ほど言いました衣装については青少年の健全育成の観点から好ましくないもの等望ましくない広告部についても基準を設け先言ったやつです、ね、修正を求めているということが記載されてますが今のようなことでいきますとです、ね、こういった修正を求めているというのはこれは交通局が求めている。 いいいいるととうことでいいのかそして今までにです、ね、私が聞いたのは高校の周辺の今のアルコールのコマーシャルについてはやめてもらったというのは聞きましたが現実そういった修正を求められた時にまあ結果としてですねどれぐらいその応じてもらえたのかこの辺の今までのこの交渉の実績と申しますか。 その辺ちょっとお答え願いますか加藤部長 はい、すみませんあのもう先生、よくよくご存知だと思いますけどもあらあの改めて、あの松瀬の小屋の広告というのは私どもの京都市の屋外広告物等に関する条例に基づきまして、えー、都市計画局においてガイドラインに基づく審査、指導が行われております、まあ、その審査の中でも先生が先ほどあの、平米あのおっしゃっていただいたんですけどもその平米についてもあの広告小屋の,の許可基準 もあの下回ったあの基準でやっております。また交通局においても京都市交通局広告掲出審査基準によってあの業種や商品、えー、表記内容等に一定の基準を設けてまあ、審査もしております。またあの先生先ほどおっしゃっていただきましたあの高校の前のそのアルコールのまああのあのやつなんです。それもあの。 おそらくちょっと私も記憶にあれなんですけどもあの、まあ、市民かあの市会議員の先生方の中からそういうお声が上がって私どもの方うが、まあ、どこの方まあ、どこ会社なんですけどもそちらに行って形質、まあ、を変えていただいたという経過でございます。そそののの学校の前にいいてはそういうアルルコールの まあ、広告については、謹んでいただくように、まあ、その時点で申し入れをしましたので、その後はあのそういったことはございませんので、よろしくお願いいたします、以上でございます中村委員私もそのアルコールの刑、ね、事については、そういうことで、向こうも了解しです、ね、改善されたということは聞いたんです。うううそれだけですか、ね、そかういうようなあ 好ましくない、好ましくない高校についても、基準を向け、ま修正を求めて、求めたというのは。それ一件ですか。他にも、その事例としては。な、なかったんですか。加藤部長。すみません。あのー。 町づくり委員会の中であのその陳情が出たと思うんですけども、その中にもあの出てたと思いますけれども、私ども方であで、iPhone の,のえまあ色が奇抜だということの中でお断りしたこともございますし、化粧品メーカー,の,えーまあその女性が写ってるという部分のやつなんですけれども、そういう部分についてもちょっとお断りしたケースはございます。以上でございます中村委員 その主な指導内容としては下地の色彩が基準内であっても全体にグラデーションをかけて落ちた色彩とすることでこれもこうその確かに聞いてですね先ほどの角煮はないですけどもそれもトーンダウンしていただいているということや写真や絵画は小さくして圧迫感を減らすということなんですがここなんですよその小さくして圧迫感を減らすまさにそのドカーンとですね商品をもうそら 向こうにしたら自分のところの商品をアピールしたいがゆえに、ですね与えられたその基準の画面ですねいっぱいにその商品をドカンというようなことをしたいだろうと、それは向こう3人の立場から思うんやけれど、けれどそこをですね京都というところ、特殊なんで、これから景観を大事にしです、ね、でこのようにも実際、街づくりをずっとやってきとると。 ついてはどこさんもその辺、他の全国の他の都市と違うというところを理解していただいて、京都に合うそのデザイン、それから色合いのトーンもですね、しかもさらに言えば、大きさも含めてですが、なんか話し合う余地が合うんじゃないかなと、まあ、こっち側に言うと一いっそういうのは交渉し,してくださいよと。 東京がですよどこさんはどこまでそれで降りはるかどうか分かりませんけれど粘り強くですねやはりゃですねさっきの話その学校の周りはですねアルコール、ね、はやめましょうと言うて一応そうやって話して理解してくれたはんやからで、ね、分からんことはないと思うので是非そういった汗をかいてほしいなと思うんですよ。 だからそこでデザインでもですね、例えば京都やったら同じような商品やったかって、これは私の感覚としてはですね、なんか、まあ、五山の京都の風景をバックにコマーシャルが入るとかですね、なんかそういう京都のその上屋のですね、まあ、どこかやってる今、180何箇所やけれども、これ確か何ヶ月か交代で変わるんですよね、これ。ね。そのベースはですね、 京都市内のいろいろな景観がですねまたはあ神社は仏閣やないけれども何かこう名所がですねバックにある中でそれぞれの企業のコマーシャルが入っていくという何か京都ならではのそのそういうコマーシャル性といいますかそんなところどうでしょうというようなところでですね話していくとかそういうところでの まあ汗をかいての取り組みをお願いしたく言ってるんですが、ご見解を伺いたいんですが松本次長はいあの先生もあ、あのよくあの了解されておられてあの質問されているということで、あのありがたいことでございますが、今、186箇所あの、民間の力を借りて、バスマジ環境は一気に進みました。あの どこの,土工の型の上屋を整備する前の交通局の状況は年間に上屋ができても2箇所3箇所そういうふうな状況でございましたのが一挙にこの数年で186箇所でございますしたがいまして先生も言っていただきましたように我々がその手法をとってバス待ち環境を進めたことにはご理解いただけましたありがたいと思います。で その上であの広告の今先生のお話でございますただドコという会社が全国一律で例えば某お狩猟メーカーの。お 例えば、CM を北は札幌から南は福岡等々まで一斉に出すというのが、どこの広告の販売手法であるということでございますで、その中で京都市は何ができるかと、あの例えば、色彩を京都にあった色彩のように変えていくと、そういうふうな高校は今までやっておりますし、そういうふうなことは都市計画局におきましての指導にどこは従っております。 先生はもう一歩踏み込んで京都独自のデザインというようなことでございましたこれにつきましては今までの我々の交渉の中でい非常になかなか厳しい困難な点がございますけれどもただ先ほどの話交渉もしないのに我々が白旗を上げるわけにはいきませんので先生のお話も踏まえましてできるだけ京都にあったどこのそういう事業展開がどこまでできるのかという点につきましては我々の方も交渉を進めていきたいと思っているところでございます。 中村委員、まあ、ぜひです、ね、汗をかいてです、ね、結果を出していただきたいとこれは大いに希望を期待しておりますのでよろしくお願いしてです、ね、次の質問に移ります次の質問はですねちょ,ちょっと話題としては出たんですがあの例の京都岡崎グループについてでございますが、まあ、出ている資料の中での営業ケースも大変 悪うございますこの件はもう皆さんもよくご存じの通り理由はもう明らかですよねこんだけ営業ケースが悪いのは全て、まあ、あの市場通りの確認伴っての市場河原町にこう経由ができなくなった、まあ、この路線が変わったという昨年に変わったわけですけれどもそれが大いに起因するというこれはよく分かるんですけれども、まあ、市場通りもですね落ち着いてまいりました。 そういう中であって今現在のこの悪い岡崎グループ私も皆さんもあれを見られた時にもう空気を運んでんのちゃうかなと思うぐらいにガラガラですわでこれをこの実態を今ねどう捉えてやはるのかということなんですがまずその実態に対するご見解をお伺いしたいと思いますいかか。がですか高見担当部長。 はいえー、岡崎ループの、えー、現状についての認識でございます、えーまあ、現在去年の9月に運行してから、えー、今年の3月までにつきましては前日平均で532名のお客様にご利用いただいているところでございますであと月々でございますが昨日ご報告させていただいたところでございますが月によってでこぼこございまして、まあ、4月のようないいシーズンは8007、えー、月につきましては 前日平均で1日当たり480という形であの確かに先生ご指摘のとおりあの1日1000名という目標に対しては達していない状況で,であると認識してございます中村大臣、まあ、最初は、ね、あそこの河原町池はこ,ここはです、ね、絶対これはあの受けるでとこれはあの儲かる路線になるでというような大,いな大きな期待の中で,です、ね、動き出して かプランニングされたというのは思うので今後です、ね、私はまあ今のところ落ち着いてきたあの市場から町どうにかです、ね、改善の方へ向かってきてんやからゆくゆくそ,のそこの市場からから町からと東の方へのです、ね、ところをこうとにかく通るような形での路線もです、ね、今後何らかの知恵を出して実現するようにです、ね、やっていってもらいたいなと。 いう思いを持っておりますんで、ぜひともそのほうに考えてい,ていきたいなと、まああの、あとはですね、いろいろお知恵を出していただいて、今のことも含めて取り組んでほしいということと、時間内で次いきますね次は軽量度乗車証の証明の実態の調査について、ちょっとお,お伺いするんですが、まあ、出すというのは保健福祉局なんですけれども、いただいたですね、市場でですね、 一つ疑問なんが、まあ、あのどれだけ経労乗車証を利用したはのかというです、ね、ところのカウントというのがあのほんまにどこまでしたのかというので出してもうたらこういうことだったの経労乗車証1枚1日当たりの利用実績は過去の利用調査によ,るよってです、ね、年間の日数及び当該前年,年度の交付枚数を 上時た上時で算出した推計値推計値ということなんです。あくまで推計値ですよね。まあなかなかそんな無理なんですところは分かっているんですが、過去の利用調査というのはいつの利用調査をしておちちゃってるんです。宮田出長はい、あの経路乗車調についてのご質問でございます。えー、ただいまの先生のご質問の中でのあの調査でございますが。 平成これはの24市バスにつきましては平成24年の5月2 2 2四4 2 9日という形で3日間それから地下鉄につきましては平成24年の5月の23日ということでそれぞれ市バス地下鉄調査員をこの際にはあの、えー 市バスの場合ですと調査員をバスに天乗させまして調査カードをお年寄りの方に配布いたしまして利用データを集計いたしましたそれから地下鉄におきましては、えー、と自動改札機を通っていただいた場合それから友人,友人改札口での駅職員によります手集計といいますか確認これによりまして集計をさせていただいた数値をもとにです、ね、利用 利用回数を推計しているものでございます中村委員ちなみに、このなんか、何年ごとにするとかですね、そういった当局で一つの基準って決めてありますの高見市長、失礼しました、宮田市長。 はい、あのこの24年につきましてはこの際に市バスのいわゆるあの旅客動向調査をやっておりますでその際にまあ合わせて実施をしたものでございまして、えー、この経路乗車証の調査とは違いますけれども基本的にその旅客動向調査自体は私どもあの10年ごとにさせていただいておりますですので、えーまあ、その際に合わせてこれをやったということでございますので、あのー、経路乗車証の調査を次にいつやるかという 今ののところの予定はございませんやるといたしましてもその24年プラスの年次の旅客動向調査が機会になるのかなというふうに思っております中村委員、はい、私はねあの要は必要なデータやと思うんですねだからしょっちゅうしょっちゅうできひんというのはよく分かるんですけども例えばですね今回の資料に基づいて、まあ、金銭的なことですが、まあ、経労省、社長さん、ね 無料の方から三千円五千。一万円一万五千とかありますやろ。でそれの発行者数。それのいくらだから。局としてし。収入があったかというたら、これ合計した、だいたい五億五千二百万円。でしたわ。その敬老乗車証で得た。金額が。で。二十七年度のですね、その敬老乗車証。利用した方が。二千六百。 46万千人、ね、とでこれで,です、ね、その方2,600万の人がです、ね、1回だいたい平均250円ぐらいの期間としてもですよそれ掛、まあ、け算するとですね66億1,600万円ですわ。ということは、まあ、1人,1人も13倍のです、ね、金額を平均してですよな1人13倍の金額を,を,を使っている。 逆算したら十三分の一円一の金額でまあ一回使っているとこうこういうことになるんです。ただあのこれはあの三千円の人も一万五千円の人もももひっくり返ってのことですけどね。まあそれだけまあ恩恵をこう持っているということなんですけどね。十三倍の恩恵をこう持っているということになるわけですね。これらは今後ですねまあ本当にそうなんかとか でこれからこのデータで分かるように、敬老でお車の・女子社の利用客は年々増えていますよね、それはこれから段階の世代がこう入ってくる中で、ですねもうどんどん増えていきますやん、利用客はですね。で、その中で、当然この年間の乗客数も、この敬老・女子社層を使った人も入っているんですかいな、これは。<laughs> 入ってますよね。はい まあいずれにしてもそういう大いに使ってもらうのはええことないけど実態を把握するという意味で,ですねあの必要なことやなとそれから何やかんやと市長選のときも言われましたけれども値上げがどうのこうのということがありましたこういったところを判断するですね上,にもで上でもですねは必要なあの数値だと思うので一つあのえ24年にされて まあ4年経つわけですけれども、あの実態を把握するという意味で、調査する必要性をちょっと訴えたいと思うんですけれども、いかがですか宮田室長。ははい、あの先生、ご指摘のように、えー、あくまでも私ども今、あ推計値に基づいて、保健福祉局からその負担金を頂い,いております。 そういった形で申しますと実質人数を確実に把握した上で実際乗っていただいている金額をいただくのがこれが本当の姿だという,ふうに思っておりますでそういった意味でご指摘のとおり調査をすべきではないかこれはそれも理解を申しあのするところでございますがあのやはり調査をいたしますにはこれはもうすいません予算もかかります、えー、と,それと仮にその実数が今分かったといたしましてもあの 今の時点での,あの、えー、保健福祉局から私どもに、えー、参ります、繰、まあ、入金というのも額がある程度、まあ、ちょっと今、占められている状況下ではあ、ちょっとその費用対効果と申しますか、あのー、今の時点でその調査をしてまで、えー、把握するべき必要があるかというのは、ちょっと疑問がある、あの疑問といいますか、ちょっと今の時点では難しいのかなというふうに思っております。中村委員 あの今というのはその今年度のねうちとかそういうような話じゃないけれどどうせあの議論として必要なデータとしては上がってこようと思うのでそういう意味ではまあ来年度あたりはですねこういったところの部分での調査をしてのデータが生まれるような予算取りをですねまあ何もこれ どんな形ある程度それは予算いるんですけれどもあの必要なことだと思うのでねでないとこあくまで推計値豊かって4年前のデータの部分の割合なので本当にそれがですね割ってるかどうかも含めてですねあのいささか疑問なところもありますんでていうようなことをちょっとこう訴えておきたいと思います。次最最、ね、最後後ににでですすねねはは実近に 広報、えー、でいただいた特37号系統の車内に小学生が描いた絵画をです、ね、展示してのです、ね、モビリティマメリジネジメントを一貫としてやられているというこのいい取り組みだと、まあ、思っているので、ね、こういったその地域とのです、ね、関わりというのは大変大事にするところが今後、まあ、市バスいろんな意味で市民の皆さん理解,理解していたうえで,です、ね、市バスも違っても大事だと、まあ、以前からやっていることですけれども 今回はまあ社内にです、ね、こう掲示したというところなんかは、さらに一歩進んだところだと思うんです。このこの辺のところの取り組みの進めてほしいということと、地域のイベントでの PR 活動というのが、な一つの,こ,の取り取りこれまでのです、ね、取り組みといいますか、いうようなことであー聞いてはおるんですけれど。 今までにその地域の遺病の程度の PR 活動として具体的にどうされているのかということとその辺の取り組みの私は重要性を思うがゆえにですね推進をぜひとお願いしたいと思っているんですけれどもその辺のご見解を聞いて終わりたいと思います。松本市長 あの地域との関わり大変重要でございますあの、えー、報道にありました特37号系統の、まあ、絵画の展示とありますがか実はああいう手法につきましてはあの各地で実はあの我々も推進しておりまして、えー、近年でも西京区内の,あのバスの,の子どもたちの絵を掲載してというようなことをやっておりまして、まあ、そういったあの地域密着の,あの系統も我々はたくさんございますので、まあ、そこの系統のご利用を高めるためにも、えー、そういうふうな活動には精一杯取り組んでいまいりたいと思っております。それともう一点 地下鉄でございますけれども、地下鉄周辺の駅のやはりあのイベントにつきましては、あの地下鉄駅構内の、まあ、広告スペースと言いましょうか、あのまあもちろん無料であのする場合が多いですけれども、あの公共交通機関、地下鉄を使っていただいて、そのイベントにというふうなことの関わりの中で、まあ、たくさんの地域の駅周辺のイベントにも我々はそういうに協力しているところでございますので、あの先生ご指摘のように、地域との,あの一体的に市バス地下鉄を乗っていただく取り組みとして、これからも進めていきたいと思っております。 質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は午後3時35分といたします